きます。お、なぜかね、お願いしますから流れてますね。さあ、ということで時刻は9時になりました。はい、新しい試みですよ。そうですね、それではここからのお相手ではですね、最近あのね、ちょっと今までに比べてここ2年ぐらいで、俺去年ぐらいから、ね、すごい料理をし始めたんだけど、あ、そう、うん、最近もうなぜかペペロンチーノを作る時の乳化にすごいこだわりを見せ始めている、エピストロフ所属メルローの、サックス等々の安藤光平と最近コーヒーを飲み始めてすごいハマってしまっている、もう昔は紅茶の方が貴族の飲み物でコーヒーは下品な飲み物だってずっと罵ってたのにもかかわらず、ここ最近はまあ2日に1回ぐらいコーヒーを飲んでいる、ウォンクのベーシスト井上です。それじゃあ始めましょう、ナードトーク。ジングル出るか、来い。いや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 、このね、今ね、何が緊張したかっていうとね、僕らこう今ラジオ放送、ネットラジオ放送してる時に、あの耳でさ、こうまあ自分たちのこの今放送の内容みたいなのをモニタリングしてるじゃないですか。してますね。そこにジングルの音は出てないんだよね。そうなんですよ、あのシステムの問題で、ちょっとあの特感で環境を作ってるんで。そう、今ねこの都内某所のエピストロフ特設サテライトスタジオから。そうです、あのエピストロフスタジオからお送りしております。そう、いやもう今日ねすごかった。俺は今日一日リハだったんだけど、なるほどね、あのカンちゃんがね、まあ、こう昼のね忙しい合間を縫ってこう、うんうんうん、エピストロフスタジオって普通はね制作とかに使ってるスタジオの中にこう2人でラジオが配信できるような環境を整えてくれたということでさ。そうなんですよ。なんでまああのいろいろ不都合があって、そのジングルとかは僕らの耳には聞こえてないんで、果たして流れたのかな、流れたのかどうかっていうのは後でアーカイブを確認しないと分かりませんね。確かにどうだったんだろうか、まあうまくいってるといいですね。まあいいですね。さてさて、というわけでまあナードトークということで、まあエピストロセッションズってなんか今年今月からかな、そうだね、なんかいろいろ今月、先月か先月末ぐらいかな、あ、新たなやつはいつやったんだろうね、まあ先週とか先週とかそこら辺、うんうん、ぐらいから新たなねエピストロフの2019年のこうエピストロフが送るそう、ね、新しい企画ということでいろいろ YouTube とかで配信をするっていう、そうなんですよ、話でね。でまあ結局ちょっととはいえ、まあでもこれをここ聞きに来る人っていうのはさ、まあ僕らのことは誰だか知ってるとは思うんだけど、そうだよね、まあ一応ね自己紹介をしとこうと思うわけですよ。そうですね、まあ、ここに来てる時点でエピストロフが何なのかもう皆さんご存知だとは思うんですが、まあ、一応ね我々が誰でエピストロフが何なのかという簡単な自己紹介っていうやつをしていきたいと思います。私今喋らせていただいているのはウォンクというバンドでベースを弾いたりしています井上寛と申します。そしてはい、そしてまあそのなんていうかな、ウォンクからエピストロフを知った人が多いと思うんだけど、ウォンクのライブでは僕はサポートメンバーとして、サックスとかフルートとかギターとか、まあ、いろんなことをやっていて、で、まあ、ウォンクともレーベルメイトとしてメルローっていうアーティスト活動をしています。まあ主には、まあ、サックス奏者ということで、まあ、だけど、まあ、マルチインストゥルメンタリストと最近はそういうマルチインストゥルメンタリストですね。そういやもうすごいですよ、もうそんなことをやっております安藤光平です。はい、2人でお送りしております。でエピストロフっていうのは、まあ
音楽レーベルですね、主には音楽レーベルのことで、うん、まあ、僕らウォンクだったりとか、その安藤くんがやってるメルローだったりとか、他にもいろんなアーティストが所属しております音楽レーベルでございます。でこのラジオはその音楽レーベルのエピストロフというものの、まあ一企画として配信しております、まあね、ということですね。でまあラジオやるにあたって、うんうん、こうやっぱりこうなんだ、それこそ例えばさ、その先々週ぐらいやってたプライベートラボとかは結構何回もこう週なのか月なのか分かんないけど週1やれたらいいなぐらいの勢いをなんか当初見せて、当初見せてたね。だけどまあ僕らはこれはまあ月1かなっていう感じよね。そうですね、うん、なんで月1、まあ日決めるかはちょっと分かんないですけど月1で、そのまあ月々にあったエピストロフのね、そう旬な、今旬なエピストロフな話題を取れたてほやほやのね、そうあのお伝えしていけたらいいかなと思うんですけど。そうですね、普通さ、まあ、ラジオってさ、でもあれじゃん、例えばさウォンクなんかさ、ウォンクレディオ、うん、俺もこの間スタジオライブしに行ったけど、ウォンクレディオとかはさ30分番組でしょあれ、うんうんうん、でまあさ、これは今うちらはこれ YouTube ライブっていう、はい、形式を取ってるわけだから、そうです、ね、まあ、やろうと思えばこれって配信の制限とかないんだよね。多分ないんじゃないかな、ちょっと詳しくは調べてないですけど、ね、分かんないけどね、1時間ぐらい経ったところでブツッと切れたらブツッと切れちゃうそれは分かんないですけど、まあ、それはその時っていうことですけど、うん、まあだからね、まあどうですか、何分間ぐらい やりたい、いや、まあ、何も決めてないんだまあ終電までには帰りたいかなそう、生放送でお送りしますからね。そうなんですよ、生放送で、あ、そうで、僕はそのウォンクの方でウォンクレディオというものをね毎週やらせていただいてるんですけども、うん、そっちは生放送じゃなくて収録なんですよ、うん、なんでこの生ならではのね、このコミュニケーション、リスナーの方のコミュニケーションを取ったりとかね、そういうのに今ちょっと憧れております。醍醐味よね、やっぱりね。そうなんですよ、そうだから、まあ、テンプレのやつですよ、テンプレ、そうそうそう、あのラジオといえばのやつなんですけど、はいはい、皆さんね、俺言っていいの、これ言っていい、いいですよ、長塚健人じゃなくていい、俺が言って、長塚健人いないんでこの場には、ということでですね、皆さん、あの YouTube の、コメント欄、そして Twitter もね、あの頑張ってね、あの見るんで、今日俺ね、これがあるのにラップトップ持ってき忘れちゃって、ノートパソコン持ってきてないから携帯で一生懸命見るので、あのツイッターの方はハッシュタグナードトーク、をつけてね、スペルはだからハッシュタグだからシャープ NERDTALK ナードトークの方のハッシュタグでコメント等々バンバンください。 YouTube でもお待ちしております。はい、いやすごい、あ、そうだ、もう一個よ、これあなたやりたいって言ってたやつあったじゃないですか、あのこの生のラジオといえば、こう朝の番組とかでよくあるあなたのこれこれ教えてくださいみたいなやつ、それね、そうそうそう、テーマのに沿ってこう、ね、そうなの、募集するみたいなね。あの僕はかなりあのラジオいろいろ聞くんですけど、はいはい、そこで大体この生放送だと冒頭にね、そのエピソードトークそのして、でそれについてまつわる何か意見とか別の話とかがあれば教えてくださいみたいなのをこうお便りで募るみたいなのをやりたかったんですよ。あ、それ ねいいよね、いいよね、朝のね、朝のあの某六本木の曲とかね、うん、聞いてるとねよくありますよね、その話。そうなんですよ、まあ、今日何にしましょうか、じゃあ第1回目、じゃあ安藤くんはあの乳化に目覚めたという話を冒頭でしてましたけど、ペペロンチーノ作る時の乳化にね、安藤君が目覚めたということで、最近なんかさ、茹で時間7分とかのパスタを3分ぐらいで揚げんの、はいはいはい、であともうひたすらフライパンでそれがアルデンテぐらいになるまでひたすら乳化かき混ぜて乳化するっていう、はいはい、あ、なるほどね、茹で汁とあれだよね、オリーブオイルを混ぜて振るとガーってやってあの白濁してきて、そうそう、水と油は本来混ざらないものがねこう乳化して一緒になっていくという現象ですよね。 それをねもう一人でひたすらフライパン振ってるからね最近ね急にそれに目覚めたわけね。そうそう、でカンちゃんは先ほど言ったコーヒーと、そうコーヒーに目覚めたというか、うん、なんだろうな、ちょっと今までコーヒー嫌いって言うとおかしいけど、うん、あんまり好きじゃなくて、ね、あんま飲まなかったよね。そうそう、というかね、味が嫌いなのよまず、うん、嫌いだったのよ、うん、苦いし、うん、あとなんかタバコとコーヒーの組み合わせの匂いがすごい嫌いで、あ、はいはいはい、お父さんみたいな、ね、そうそうそう、おじさんみたいな、ね、そうそう、なんだけどちょっと最近飲み始めたらハマっちゃって、うんうん、
それまではその冒頭にも言ったけど下品な飲み物だとずっと思ってた豆をいぶしてまあね水でこして飲むなんてなんて下品な飲み物だと思ってたんですけどこれが意外と美味しいなとまあだからそういうことでまあいろいろこう2019年にね俺らはこうアウェイクしてるわけだよね。そうなんですよ。目覚めているわけですよ、いろいろ。そうなのでまあ今日のまあ今日ね初回なんでいろいろむしろこのラジオどうやってやっていこうかみたいな話ばっかすると思うんでそのエピソードトークまで頑張っていきたいと思うんですけどとりあえずリスナーの皆さんからはあのその最近自分がこれに目覚めた、うん。はいはいはい、最近これわこれって意外といいじゃんとかこれすることが意外と楽しいみたいな風に最近目覚めたことっていうのをじゃ募集します、はい、じゃあ最近目覚めたことを、ハッシュタグナードトークをつけたり YouTube のコメント欄に書いたりすれば、僕らが後ほどね気が向いたらその話に触れていきたいと思います。そうそうそう気が向いたらね、うん、割とそこは ゆったりやっていきましょう、うん、やっていきましょう。さあということでねこのね今回のこのラジオの何がこう結構チャレンジングかっていうと、うんはい、曲聴かないっていうね。そうなんですよ。あの曲聴かないというかまあ聴いてもいいけど、うん、基本なんかそのそれじゃあなんか曲をかけますみたいな、うんうん、そういう洒落たことはやらんぞとね。そうですね。あの休憩って言って曲の BGM をでっかくすることがあると思います。それはね多分ある、はい。そうだからねこうコーナーとかが移り変わっていくのとかだから普通さなんか曲かかって曲終わってさあじゃあこれからの時間はみたいなのあるじゃないですか、はい、あるあるある。そういうねメリハリを作っていくのがなかなか難しいと思うんだよ。確かに難しいかもしれない。そうだからなんかねこうその辺もね徐々にブラッシュアップしながら。そうですね今はねジングルもオープニングのさっきねあのちらっとねコメント欄見てたらあの某最近あのねキングヌーの MV に出演されたことで有名なウォンクのキーボーディストの人からねナードトークの終わりにおしゃれなジングルで笑ったっていうコメントが来てましたけれどもこれは俺もね予想外でしてあのこれ安藤浩平くんに作ってもらったんですよ。作ってもらったというかちょっとジングルよろしくって言ったらこれが上がってきたのね、うん、そういやこれはねあれよねなんかそんな手の込んだことやれないから俺は、はいはいはい、どうしようかなと思ってピアノに向かって、はいはい、なんかどちらかというとこうなんかこうウッドストリームみたいな感じの ね、 あなるほどねちょっとねそういう夜の夜の都会的な ね感じそう全てをこう六本木の某曲に寄せていってるみたいな感じになって、ね、なんか俺が思ってたのはそのもうちょっとピコピコした感じとかねじゃあ違うジャンクだったりとか、うん、オールナイトニッポンみたいなちょっとうるさめのビャ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 みたいなやつなるほど、ね、が来んのかなと思ってたら、うん、じゃあもうなんかそれをさアニメのさ、はいはい、オープニング半期で変わるじゃんあそういう感じみたいな感じで、まあ、ジングルも、まあ、ちょっとずつこう、まあ、ブラッシュアップしていきましょうっていう、まあ、そうだね、ことでね、みんなであの育てていくラジオということで、はい、お願いしたいと思いますけれども、はい、でですよでまあ、月1でお送りしていくっていうことで、このラジオは、うん、まあだからその、まあ、今月っていうかもう、まあ、今まだ3月始まったというよりかは、まあ、今回は2019年が始まったっていう感じでいこうかなと思うんですけど。そうですね基本的には毎月の出来事をね、うん、毎月のこうエピストロフ周辺僕らの周りで起こった出来事プラス、まあ、ナードトークっていうことで僕らのこう日々のねこうそうだねネチネチした話をねいろいろねしたいなとは思ってるんですけど、はいはい、じゃあまあ曲もないんでねどうですか2019年もういつの間にやら3月ですよね。いや2019年に関しては、うん、ちょっと忙しすぎてあのねいいことじゃないあんまり細かいこと覚えてないんであのそうもう始まりから忙しかったような気がするんだがでも何が忙しかったのかも今ね覚えてないんだよねちょっとでもさ前さなんかさ正月の話をさ、うん、モンクレディオでしてたじゃんか、うんうんうん、でなんかこう正月いろんな過ごし方をなんかいろいろ渋谷でジャンプしたみたいな話とかしてたじゃん、うんうんうん、はいいやいやしたしたした、うんうん、どうやって過ごすかみたいな話ねそうそうそうで何が正解かわからないから、はいはい、何もしないからみたいな、はいはいはい、今年はどうでした井上さん今年はね極めて健康的で極めて普通な普通なんだあの友達を家に呼んで
俺が作った料理をこう振る舞い、あら井上さんも料理しなさい。そうなんですよ。それはやっぱり乳化にこだわった料理。いや全然こだわってないですペペロンチーノは全然。あ本当ですか。のおせちとかでもなくではなく普通に食べたいもの、鯛めしを炊いたね。おいいじゃないですか。鯛めし炊いたりとかして、うん、で、まあ、何人か友達家に呼んで、うんうん、で普通にみんなで食べて年越して、うん、あとはスマブラして、うん、寝るっていう。あいい健康的なのかそれ分かんない日の光はあんまり浴びてなさそうな正月だね。まあでも正月ってそれがね結構良かったりするからね。そうだね。正月ぐらいはこう家の中に閉じこもらせろっていう感じですよね。安藤君は何してたんですか。そう僕は年末年始と普通さこうさまあなんていうのバンドマンじゃなくてこうミュージシャン、うん、こうジャズミュージシャンとかさ、うん、そういう人たちってこうフリーランスの人たちっていうのは年末とかクリスマスぐらいからってさすごいこうまあイベントごとが多いから、はいはい、カウントダウンライブもあればそれこそクリスマスのコンサートとかもあったりとか、うんうんうんまあ、いろんなことがあって書き入れ時だったりするんだけ ど、ね、僕はもう大胆にも12月26日から1月の4日か5日ぐらいまでスペイン旅行行ってました。そうだそうだ行ってたね。なんかそのじゃあもう書き入れ時をかなぐり捨ててそうそう旅行に行ったわけですね。そうそうそういやいやいろいろね都内はね楽しそうなこともいっぱいあったけどねもうこっちもねもう生ハムともうビールワインのシュチ肉輪をねもうね年末年始は繰り広げてたね。でもいいですね。それは年越し海外はいいよね。年越し海外結構楽しいね、うんうん、俺もやってみたいわ。今までやったことないんだよね。年末海外はよく行くんだけど、うんうん、年越し海外はやったことないね。いやでもあれだったね、人にシャンパンをぶっかけられたのはその年末あ年始 の、 あの大晦日のマドリッドと、うんうん、この間の地面詐欺のライブの時の井上寛にだけだね人にシャンパンをかけられたのは。はいはいはい。えマドリッドはシャンパンかけられたんですか。えそれは何お祝い的な意味で。いやただ単にもうあの F1 の優勝みたいになるわけよ、ね、もうみんながもう金がガーンってなったらもううわーってこう結構ばあちゃん腰の曲がったばあちゃんが突然ギャーって叫び出してシャンパンを振って開けんのよ。でも他のやつにこうもうラッパでガンガン飲ませていくみたいなね、はい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 、なかなかこうなんか渋谷に負けず劣らずなマドリッドすごいパーティーだ感じだったけどね。そうそうまあそんな今度に2019年がさ幕を開けたわけだけどさ、はあはあ、そうどうエピストロフとしては、うん、今年一発目の仕事みたいなのは何があったっけ。エピストロフとしての今年一発目の仕事、うん、ああウォンクはダブテール、ウォンクとメルロはダブテールに出たね。そうだそうだ、うん、ダブテールっていうライブがありましてこれが1月11、違うな12だ、ね、12だ12に分かんねえや11、12だ12にダブテールっていうのがあってそれはそう、まあ、界隈のねそうだね、うん、なんかウォンクとメルロ、まあエピストロフからウォンクとメルロ、うんであとはモノオンクルだったりクラックラックスクラックラックスだったりシラップだったり、うん、っていうバンドがこう出た、ね、そうそうでなんかねウォンクの時はこうみんなでセッションしたよね、うんうん、そうそうそうあれは楽しかったね、うん、でなんかね途中気づいたらウォンクの人は誰も楽器弾いてないみたいなねウォンクのステージなのにそうそうなんかそれ結構やりたいってメンバーで言ってて、うん、ラジオでも言ったんだけどそのウォンクをフランチャイズ化したいみたいな話あったじゃん。最近ねそういう話ね。そう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 、なんかメンバーじゃない人がウォンクのステージで弾いてそれでも面白ければいいかなみたいなことを話してたんだけどだけどこの前なんかネットサーフィンしてたらさ、うん、あのマキシマムザホルモンってあるじゃん、はいはいはい、大好きよ俺、うん、あのバンドのなんか動画でフランチャイズ化決定っていうタイトルがついてて、ね、うわーやられたと。いやーやるよね。なんかやっぱりなんかそういう感度あるねやっぱねホルモン先輩とか、ね、そうだねすごいよね、うん、すごいやってのけちゃうからね本当に。そうだよね俺らはもうできたらいいねフフフとか言ってた間にもうねそういう風にやってるわけですから、ね、すごいですよね。そうそうまあでもだからあれが本当実質ミュージシャン新年会状態のライブだったよね。そうだ ね、 あれは本当に全員友達だし喋、うん、れば友達になれるような間柄のあれもなんかね第2回がね決まってるらしいから、ね、そうだそうだそうだそうそうそれで、ね、告知もねこうつぶさに挟んでいかないとやっぱり何のためにラジオやってんだっていう話だからね。まあね
じゃあ告知もしていきましょうか。まあ、けどまあ別にメモしてるわけでもないし、いつだかは知らねえけどなっていうね。そうなんで、いつかあるライブのいつかっていう告知をね。そこら辺も適当なんで、はい、っていうなっていう話ですよね。さてさて、で次何があったっけ。ああで、まあ制作とかはそんな新年早々はやってないみんな。ね、いやなんかやってた気がすんだよね。やってた。でウォンクは曲をじわじわまあポロポロ作ってて、はいはいはい、でまあちょっとこれも正式な発表はしてないですけど、今年まあそろそろレコーディングに。おお。てか来週？あ来週だもん。さ来週か来週か来週だわ、うんうん、にレコーディングがあって。でそこでいろいろ作って、うん、でも聞いたんだけどね、太田くんとこのねキーボードのあのとんかつ野郎いるじゃないですか。とんかつ、うん、とんかつ野郎が ね、うん、あのねその来週のちょうどレコーディング日真っただ中に閉店する高田馬場の超有名とんかつ屋さんに行きたいからレコーディングをそこ避けれないかみたいな話をねしてましたよ。そんなことでアルバムがリリースできるのか文句はって話だけどね。とんかつ屋になればいいんじゃないか自分がもう。いいねいいね、そういうなんかねいいじゃない、ね、九州とかいろいろ良さそうだよね。九州とかからね買い付けて、ね、豚を買い付けてね、もうねとんかつ、とんかつ愛をもうちょっと ね形にすればね。シェフいるし、シェフいるし、確かにすごいメニュー考案はあやたけで、うん、ケントが作ればいいもん ね俺入荷するから。あ入荷何の入荷すんだよ。そこに入荷させるこのないでしょ、物が。ないか。麺がねえもん、まず。確かにな。ゆで汁もねえし。確かに。そうか、そうそう。まあ、だから来週、そう、ウォンクは満を持して。だから去年、ウォンクさんは、アルバム中、アルバムは、だからリミックスが出たぐらいなのかな？そうだね。うん。リミックスの中に新居スモールシングスが入ってたっていうのと、まあ、あと、いろんな、その人の。楽曲提供だったりリミックスだったりをやってた1年だったね。で、まあ、今年新作を出そうってなって、うんうんうん、まあ、レコーディングが近々あると。メルローはどうですか。メルローはメルローもね、メルローはね長いよ本当に。制作スパンがあるね。あもうかれこれ半年とは言わないけど、半年弱ぐらいね自作に向けてね曲を作ってて、あだちょうどそれこそ新たなソロアルバム、はいはいはい、ペルソナの、はいはいはい、あれがリリースいつだあれ。もう全然そういう話を、ちなみに俺全然把握してないからね、よろしく。そこんとこよろしく。まあだからまあ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 新たなアルバムの制作を俺はしてて、新たと一緒に曲書いてて、それが終わったタイミングとかで自分の曲を作り始めてでさ、はいはい、まあペルソナがさすごいさ、うんうん、なんていうのこう。いい感じじゃないですか。いい感じって何。いい感じじゃないですか。こうグッドミュージック、グッドミュージック、グッドバイブスじゃないですか、はい、グッドバイブス、グッドミュージック ね、 あのね、あの素敵な歌声が乗って、はいはい、素敵な歌声と、そうそう、で ああいう曲をねいっぱい作曲してた、その煽りが今結構メルローはね来てて、あそうそう、あの、ね、割とそれこそちょ若干こうナードなバイブスになりつつあるんだなと思って、あのエピストロフ、あとこのラジオ聞いてくれてる人たちももしかしたら知らない人もいると思うんですけど、うんうん、あのペルソナ、その新田光、うん、ウォンクのドラムリーダーの新田光のソロ作ペルソナの楽曲制作にはね深く安藤くんが関わっているんですよ、はいはい、うん、結構一緒にずっとやってたよね。そうだね、もう合宿みたいな感じで新田ん家に、あのこの間のそれこそエピストロフセッションズ見てくれた方は、うん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 、プライベートラボっていう番組で出てきた、うんうんうん、あのおしゃれなね、おしゃれな新田家、うん、新田家に行って、うんうん、でもね結構ね 2,3 日で結構 4,5 曲とかねバンバン作ってたね。あの時ペースは早いんだ。そうそうそう、やっぱ新田はプロデュースの才があるというか、なんかこういう感じがいいんすよねっていうのが結構明確にあるから、それをなんかキャッチして実際の音にしていくみたいな作業だったんだけど、まあそんなこんなんで、まあでメルローも今もうウォンクよりも一足先にレコーディングに入ってて、そうだね、そうそう、もう割といい取れ高が上がってきているということで、はいはいはい、まあ、また国内のいろんな、うん、
どうした？どうした？いや今 ね、 あのね、どうした？急に。あのね、いや濃いめのハイボールを飲んでるんですけど。そうなんですよ。そうそうそう。そうなんですよ。お酒飲みながらやってますね。お酒飲みながらやってるんで、菅さんとりあえずね、あのね、ガサガサって音がする前にね、いつポテトチップスを開けるかだけは考えておいた。いやポテトチップス開けないです。放送中はさすがに。じゃあなんで買ったのよ。いやまあ。なんか休憩とか行って食べようかなと思って、ね、じゃあ後でポテトチップ、はいはいはい、あの曲 BGM 大きくしたらポテチ食ってんなって思ってもらったそうです。まあ何の話だ、そうそう、だからメールローも今レコーディング中ということでですね、で他にもですね、あのまだまだ全然あの僕の権限では情報公開できないんですけど、今年もエピストロフからはね、いろいろ新たな資格が現れそうな予感がねしておりますね。まあ、去年もエピストロフからいくつか作品は出しているんですけど、今この流れてるボールヘッドさんも新作をね、うん、出したりしていろいろやってるんですが、今年も今めちゃくちゃ忙しいって言ったじゃないですか、はいはいはい、もういろんなものを作りまくってる今。いやすごいね、あの、まあ、ウォンクはもちろんだし、うん、ウォンクの楽曲提供系もあるし、はいはいはい、まあ、メルローのレコーディングも僕が入って、うん、レコーディングエンジニアとしてやってまして、ドラムのレックとか知ってましたけど、うん、その他にも、まあ、シンガー、うん、まあ、言いたいけど、まあ、言えない、ね、まだ公開はされてないんですけど、まあ、とあるシンガーの方、とあるシンガーの方、うん、とあるシンガーの方がいっぱいいると。あと去年もリリースがあったりしたそのビート系の人、はいはい、ボールヘッドさんとか、まあ、ダーマ君とか、うん、あとベシャさん、あの、うん、フェネルコリアンダー、ね、フェネルコリアンダーさんとかの、まあ、作品も、うん、いくつか今もう一回制作中でして、そういうのをね、バシバシ出していく年に、いろんなことしたい年なんだよね、エピストロフとして。なるほどなるほど。文句としてもそうなんだけど、まあ、このラジオもしっかり、うん、前のプライベートラボっていう生放送もしっかり、エピストロフとしてね、いろんなことをやっていけたらっていう年なんですよね。なるほどなるほど。だからなんか今年はね、本当にね、俺たちから目が離せない年に、そうですしましょうね、頑張ってね、言ってるだけじゃなくてね。そうなんですよ。そうそうそう。いやーでもだから、このだからシンガーのアルバムが出るってのはなかなか珍しいよね。だって俺シンガーじゃないし、はいはい、文句バンドだし、そうだね、でビートメーカー人もビートメーカー人だし、シンガーね。どうしたどうした。あのコメントはさ、しっかり読むときに読もうっていう話したじゃん。あのだから今、うん、まあパッスラッと見てそんなに言及はしなかったんだけど、うん、あの玉頭さん、うん、多分ボールヘッドさんなのか、うん、俺は PUBG しまくってるっていうコメントが来たんで。目覚めがね。そうなんですか。うん、いやちょっとコメントはあの読むべき時に読みます。ただちょっと読んで笑っちゃったんで。まあそんなこんなで皆さんね、コメント、あとツイッターの方でハッシュタグナードトークでお待ちしてます。はいはい、あのね、拾わないだけでね、見てはいるんでね。うんうんうん、そうなんですよ。そうそう、だからまあ制作、あとあれがあったじゃん、この間 MV 出たじゃん。そうだ、ラディダ。ラディダ。そうそう、ジ・インターネットっていう、まあ、有名なアメリカのバンドのラディダっていう曲のカバーをウォンクと、あとはシンガーのマリアちゃん。うん、で、カバーしてる MV が先日出まして、ねえ、なんか洒落た、なんかこうなんていう の、 あの犯人を追い詰めに来たみたいな場所で演奏してたよね。先輩刑事撃たれそうな感じのとこだったよね。そう、なんかね、俺が撮影現場に行った印象は、うん、あの独身の、うん、まあ、30前半20代後半の割と稼いでる人が住んでそうな、うん、あ、家なんだあれ。家というか、まあなんだろうな、まあ家だね。なんか倉庫っぽいとこかと思った俺、なんか。いやいやいや、あの打ちっぱなしの家よ。あ、そうなんだ。確かね。なるほどね。なんかそう、ね、あれだよね、あの階段の手すりのしましまの間から足出して引いてるみたいな感じだったよね。そう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 。いや、あの撮影もね楽しかったですね。でも MV ってどう？俺さ、うん、MV はないから。そうだよね、メルローはアニメーションだもんね。アニメだからね、うん、でし、なんかライブ映像みたいなのは撮ったりするけど、うんうんうん、ウォンクはさ、なんかあのなんかおしゃれな MV が出てるじゃないですか。ね、ありますね。スローモーションで森の中ではいはい、霧が立ち込めるみたいなやつあるじゃないですか。ありますね。そうそうそう、ああいうのとかさ、やっぱ MV ってやっぱね、そのライブ、まあラディダは楽器演奏してるけどさ、うん、
なんかやっぱり撮られる時ってさ、ライブを撮られてる時ってやっぱ違う？いや全然違うよ。あ、違う。全然違うよ。まず音鳴ってないし確かに。え、でもあれはなんかそれこそ CD 音源をかけてやってるってことなんだよね、ああいうのって。そうだね、まあ、撮影の現場にもよるけど、うん、まあ、でかいコンポを持ってくる人とか、はいはいはい、でかいスピーカーを持ってきて、それで音を流しながらそれに当て振りする、振りを弾いてる振りをするんですけど、あのミッドナイトクルーズ、うん、あれはね本当にしんどかった撮影。あれはなんか俺が聞いた話によると、何がしんどかったって暑いって話でしょ。そうなのよそうなのよ、あれ、ね、そう、あれを出そうって言ったのが9月とか、うん、だっけな、いや全然知らんけど、だから8月だったっけな、うん、覚えてないんだけど、なんか曲の感じは夏じゃないから、うん、あ、もうちょっと秋、うん、冬みたいな感じだから、うん、で出す時期もそれぐらいだから、うん、そう、そういう服を着て、あ、冬物ね、まあ、絵的にさ、うん、そういう感じで行かなきゃなっていうのはありつつ、うん、でもそれより前に MV はカンパケてないといけないから、はいはいはい、8月ぐらいかなに撮った、夏真っ盛りだに冬物のコートとかを着て、うん、めっちゃ日照りのあるところで、あ、じゃああれなんか海岸沿いで撮ってたけど、もしかしたらこっちには水着の人がいたかもしれないぐらいの勢いだ。いや、それぐらい、てかみんな基本半袖短パンやね。その中で俺らだけめっちゃ厚着して汗びしょびしょになりながら、だあんまり汗っかきチームにはあんまりカメラが寄れなかったみたいな、そうなの、制作秘話があるよね。あの俺と、まあ、綾武、キーボードの綾武は汗っかきチームなんで、うんうん、めっちゃ汗かくんだよね、うん、で新たは汗っかき、ね、うん、なのかもしれないけど顔には出ないのよ。あ、でケントはなんか分かんない、分かんないそうそう、なるほどね。いやいやいや、だからそう、やっぱ MV ってね、やっぱ難しいです。その曲のイメージとかリリースの季節感によって変えなきゃいけないっていうことでね。だからまあラディダに関してはまあ室内だから暑くも寒くもなく良かったっていう話ですよね。まあそれはそうねそれはそうよ。いや、いいな、 MV なんてちょっと憧れますね。でもそうだね、まあ、やっぱり撮影ちょっと緊張するけどね、普通のライブとはやっぱ違うだし、やっぱりさ、だって手元とか見んの、やっぱり手元見るよ。あ、見る。やっぱり俺は弾いてる風にするな。あ、なんか人によるし、バンドによると思うけど、顔の方に全神経を集中する人もいるじゃん、絶対 MV だったら。いるね、うん、うん、割とじゃあなんか本当にプレイしてる気持ちで弾いてんだ。そうだね、そうだね、俺はそうだ。まあそもそもその MV の中で俺がめっちゃ目立つことないからさまあそう、あんまりなんだ演技する必要ないかな、ポジション的に。やっぱケントとか、ボーカルのケントとかはやっぱ中心で一番見られるから、いろいろこう身振り手振りしたりとか決め顔したりとか大変だなと思ってだから逆にさ、なんかさ、そのなんかバンドっていうか歌物の羨ましいところはさ、うん、歌ってさアドリブないじゃん。そうだね。でさ、なんか俺はメルローとしては一番最近出たのがスピンコースターさんのメディアのなんだっけ、うんうんうん、東京サウンズで、はい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 、あのまあこうちっちゃいバーでこうライブ映像と音源を収録するみたいなのがメルローでウォーリアーズっていう曲を撮ったんだけど、うん、その時が例えばウォンクでもさ、今 YouTube に上がってるあの YouTube セッションズ、あのセイビアとオーバーが上がってるじゃんね、あれの時にもそうだったんだけど、一回ライブを収録して、あ、ね、録音するじゃんライブの、うんうん、でカメラの位置を変えて違うところを撮るから、はいはいはい、その録音通りにもう 2,3 テイクくださいみたいなんじゃん。あ、その場で弾いたやつもう弾けない問題ね。そう、あ、だからね、俺らはね本当大変なの。そのなんか、曲の言ったら尺もさ、ね、変わったりするし、そうだよね、そう、尺も変われば内容もさ、それってやっぱりそのソロの人だけじゃなくてバッキングやってる人たちもあんまり決まってないわけよ。そうだよね、うん、そうだから結構あれの編集はすごい大変だったんだろうなと思うし、俺も結構何回かこの、あ、ちょっとここさすがに指が合ってなさすぎるんでみたいなことでいろいろこう、ね、やってやったんだけど、だからなかなかこう動画ってそういうなんかなんていうの、緊張感みたいな、これこのままこれ今撮ったやつと同じこと次もう一回やんだなとか思いながらやらなきゃいけなかったりとか、うん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 、まあありますけどね。まあメルローもね、いつか実写の
MV でも作りたいですね。僕がこうスローモーションで青山あたりをこう歩くみたいなね、そういうシンガーソングライターみたいな。はいはいはい。本当に作りますよそれじゃあ。やだやだやだ。本当に。恥ずかしい恥ずかしい。安藤くんのに白いヒレヒレのスケスケの。それポルトガルの人じゃないですか。それはポルトガルの人だ、ね。白いヒレヒレのスケスケのやつ着させて、ね、街をブラブラさせて。鼻すすって、ね。鼻すすって。椅子持ってね。椅子持って。まあ、そんなこんなでだからこうね、まあ身内乗り前回のラジオでございますけれども、まあだからまあ動画だの、まあ MV は、まああれはでも去年の話か。そうだね、あれは結構もう結構前だね。分かってないけど俺は、何も分かってないですね。基本なんかその時系列を覚えてないんだよね、物事の。まあ、だしいろいろタスクをねこうまとめて抱えてるもんね、カンちゃんは。ミックスだったり撮りだったりね、いろいろ大変だよね。目先のことしかね考えられないことになってしまってるよね。あとだからまだね実際 ね、 あのね事実関係で言うとね、まだね1月の話しかしてないんだけど。嘘でしょ。でもねこれすごいよ、意外とやっぱりね大変だなと思ったのがね、まだねこれね放送始まってからね36分しか経ってないんだな。あ、なるほどね。まあでもいいんじゃないですか、いいペースじゃないですか。いいペースですよね。そうで、まあエピストロフってわけじゃないんだけど、まあ俺とカンと新田は、まあ、毎年恒例になりつつある安比高原に行ったね、今年もね。あ、そうだ、1月ね、安比高原ね、あのジャジスポのフェスだよね、ジャジースポートの安比のフェスに行ったよね。そうなんですよ、今のところ3年連続ぐらいで出てるね。出てるよね。ボンクでも出て、ボンクでも 1、2年目出て、出て今年はウォンクじゃなくて、あの伊杉さんっていうラップの人のバックバンドとして、俺とあとはドラムの新田とウォンクのドラムの新田とあと安藤くんで3人で、ね、3人で行ったよね。行きましたね。あれ何がありがたいかってね、毎年あれ、これ音楽止まってないですか、大丈夫ですか。あ、全然気づかなかった。音楽止まってますよ。なんか流しますね。うん、放送事故、放送事故。そんな言わなければ事故ほどじゃない。でもあるんだよね、本当のラジオだとさ、な、まあまあ喋ってるからいいけど、うんうんうん、なんか何秒間か何分間か音止まったら、はいはいはい、ああそうだね。ね、まあ喋ってるからいいけど、ね、うん、まあ大丈夫だけどね。そうで、アッピーはだからあれに行けばとりあえずか3年連続1年に1回はスキーができてるっていう。そうなんですよ。その話ね。そうそうそう、スキーね。そう、スキーも俺冒頭で話したコーヒーと一緒で。うん、あんまり好きじゃなかったのよ、うん、なんでかって言われるとよくわかんないけど、まあ、人生でそのアッピー1回目行くまでに人生で2回3回ぐらいしかやったことなくて、うん、でスキーをね、スノーボードはやったことなくて、うん、でそれもなんかね嫌いというか敬遠してたんだよね、なんでか知らないけど。板を足につけて高いところから滑空するなんて下品だみたいな。いや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 。コーヒーほど下品ではないけども。なんて言うんだろうな、まあ、ちょっと怖いのかな。あ、怖くない、意外と速くない。あ、てかそうだ、高所恐怖症キャラだ。そうなんですよ、俺たち。そうそう、俺たちエピストロフ内随一のねえ大変だったな、高所恐怖症。台湾の高層ビルね。あったあったあった。そうそうそう。101みたいな、ね、なんちゃらビルで。そうだ、ね、だからさ、下が見えるところで、ね、うん、リフトとかもさちょっと怖いのよ。ああはいはい。なんだけど、そのアッピー1年目はだからやんなかったんだよね、俺はスキーは。そうだね、うん。で、あやたけと2人でカレー食って温泉入って、スパ行ってみたいなことしてたんだけど、あの次の年にひょんなことからスキーやってみたらめっちゃ楽しくて、うん、ああそうだね、そうそうそう、楽しいよね、楽しい楽しい。だから俺はその3年連続出てて3年間ともスキーしてんだけど。そうだよね、去年今年はだからカンちゃんと一緒にスキー滑ったもんね。そうだね、一緒に滑った ね結構楽しいんだよなって思って、うん、で今年今 年, ね、今年も滑ったね、うんうん、あれだからいいフェスですよね。そういいフェスですよね。スキーの話しかしてないけど音楽の話全くしてないけど、いやもちろん音楽いい前提よ、うん、そうそう、音楽いい前提なのはまあ他のメディアでするとして、うん、まあ、ね、ナードトーク的にはそう、その裏側の話をね、うん、スキーができて楽しいと。そうで、あとね俺今年ねやっぱり楽しかったのは
まあ、スマブラではなくてね、スマブラではなくて聞き酒バトル、ね、あ、聞き酒バトルやったねあれはあどんだけ暇なんだお前らって話だね。そうそう、あの日本酒とビールを何種類か買って、うん、で、まあ、目隠しして飲んでどれが最初に飲んだやつかを当てるみたいな聞き酒ビール対決をやってたんですけど、うん、あれ面白かったね。あれ面白かった。だから意外とそのなんか大吟醸とか純米酒とかそういうのが飲んでみると分かるっていうことにあれで気づいたもん。そうだね、気づかされた。日本酒はかなり分かるよね、うん、分かった。あの独特の匂いがしてくるもんね、その割合とかで、うん、ねえ。いやだから本当になんかこう穀物の香りのこうなんか強さみたいなのとかさ、そう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 、やっぱ分かるなと思って、あれはね、すげえ面白かった。マイクにぶつからないでください。生放送ですよ。そうだね、足がぶつかっちゃった。であとだからビールはさ、ビールひどかった。俺らビールはひどかった。俺らひどかった、ね。俺らはひどかったね。そうだからあれの時だからプレモルとあとまあ朝日、札幌、キリン、キリンと一個発泡酒、キリンの発泡酒っていう5種類でやって、でなんか俺が最初ね。はいはい、あのまあその中の、まあ、ここではもう散々さっきからなんかねいろんな個人名詞出してるけど、某一つのね、うん、ちゃんとしたビールよ、発泡酒じゃなくて。そうですよ。をあこれはねこれダメ発泡酒だわって言ったのよ。そうだね、うん、このちゃんとしたビールをね、これは絶対に発泡酒だって安藤君が言って、間違えたんでね。そう、俺らクスクスってなって、うん、いやこれビールなんですけどみたいなことになって、謝れ謝れみたいになっててね、このメーカーに謝れみたいになったんだけど、うん、次に俺がやって、でもこれは絶対わかるぞと、うん、やって1回目は当てたんだっけ、うん、1個目は当てた、1発目で失敗したんだっけ、1発目で失敗したんじゃない最後。そうだそうだ、ね、で1発目飲んで、あ、うん、もうこれは発泡酒だと、うん、これは発泡酒だから違うぞって言ってバンって出したら、それが俺と同じ、全く同じメーカーのビールでじゃあこれが発泡酒っぽいんだみたいになっちゃうっていう、もう発泡飲みやすいとかすごい頑張ってフォローしたみたいなね。そうだけどやっぱビールはやっぱ難しい、なんか分かってるつもりなんだよね、結構ビール好きで飲んでるから、うん、あれがどうだこれがどうだっていうなんか自分なりのプロファイリングあるんだけど、やっぱ目隠しされると結構難しいということに気づかされた、あ、まあ、アッピージャージスポットというそうだからスキーと観点ビールよ、ビールよね。そうそう、日本酒は楽しいけどビールはむずいと。そうです、そう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 。他何があった？え、2月？これ1月？いやまあ1月というか、まあでもまあでも2月ってなんか、まあ2月はだからもう制作でしょみんな。そうだね、ひたすら制作して。そうでも今年ね、なんかこうエピストロフとしてもなんかまたね、エピストロフナイトみたいなの、あれ去年だっけ？エピストロフナイトは去年の6月とかだっけ、から秋にかけてなんかやってね、だっけな、だっけな。そう、そうそう、なんかああいうのとかもねまたねやれたらいいよなと思いますよね。そうですね、うん、今年はなんかさ、こうツアーっていうかフェスでもいいし、ライブで行ってみたい土地ってある？かんちゃん、行ってみたい場所？うん、そうだね、別に、まあ、再び訪れたいでもいいし、はいはい、あ、それでいうと北海道。あ、北海道、北海道ですよ。北海道僕ら1回しか行ったことなくて、うん、常々行きたいと思ってるんですよね、うんうん、北海道はやっぱり何ですか、イクラとウニみたいな感じですか？そうなんだよね。ただあの北海道結構一回行った時は難しいなと思ったのが、うん、やっぱりその観光用の場所、あ、あの市場にいたね。そう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 、うん、観光用の場所ってやっぱ高くて、まあこれだったら東京で食った方が、と思うじゃん、あ、まあ、それまあどこのそのまあ、だって今の時代東京にいて全世界のもの食えるんじゃないかって思うもんね。そうなんですよ。ただやっぱり北海道に行ったら魚食いてえと思ったけど、うん、やっぱりそういうところちゃんと地元の人も行くような美味しい店をちゃんと調べていきたいよね。そうだね、なんかだからそういうのね、やっぱりこの SNS 大公開時代ですから、事前にこういろいろね、そうそう、聞いて、そうそう、募集していったりとかしたいですよね。
俺はねあれなんだよね、どこあのどこっていうか、まず魚卵とエビと貝がダメなんですよ。そうだ、お子ちゃま自体ね、通称だから北海道に行って一番困るのが海鮮丼。はいはい、海鮮丼で逆に何の海鮮丼食えんの？マグロ鉄火丼みたいなかネギトロ丼うわーもう下年齢よ。いや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 下年齢でしょそれは。でもコーヒー飲めるもん俺。おお、そうかそうだなそれはそうやな。いやだけど、いやだからなんかね、それダメだから俺はいつもね、あのね、海鮮丼屋さんに行くっていうムーブメントがこうライブに、そのね、あの北海道とか、まあ行ってないけど、それなんか例えば金沢とかの方とか行ったりするとさ、やっぱそういう話があるじゃないですか。そういう時にやっぱちょっとね緊張するんだよね。今から行く店に鉄火丼が存在するかっていう緊張感に俺は一人無口になりながらそうで、あれでもね、北海道で俺は感動したのが、ホッケ定食、ホッケでっかいやつ、めちゃくちゃ分厚いのよ身が。あったね。そう、もうそれはやっぱりね、本州のこう居酒屋とかで頼むホッケの、あの開き、うんうんうん、とやっぱりもう別の魚じゃねえのっていうぐらいの ね、そうだ、あれはねホクホクだし感動した覚えがあるのよ。そうだね。だから僕も北海道好き。北海道いいよね、うん、ウニもいくらも食べれないけどそれでも美味しい北海道。ジンギスカンもあるしね。あ、ジンギスカンあるね。そうそう、楽しいね。ジンギスカンもなんか、まあ、まあまあ行ってますね。まあまあ行ったね、うん、そうなんですよ。北海道2回行ってねえか。2回行ったよ。だってフェスで行ったのと、うん、フェスで行ったのとって両方ともフェスか。ツアーでも行ったじゃん、大雪山。俺がさ、そうだ、ステージから落ちたはいはいはいステージから安藤くんが落ちた時とあのシュンとツインドラムやった時で、そうだそうだ、うん、ごめんなさい、2回行ってました。そうそうそう。でその時で行ったジンギスカン屋さんが違うから俺覚えてたんだね。あそういうことね。まあでもそういうもんよね。そういうもんよねそういうもんよ、うん、まあそういうことでね、まあ皆さん僕らに美味しいものを教えてくださいっていう話ですよ。はい。俺どこ行きたいかな、どこ行きたいかな。でも今チラッと出たけど俺ね、うん、金沢行きたいね。出た金沢。だってそれもうご飯目的じゃんそんなもご飯目的じゃん。だって金沢、いや違う、金沢さ、え、行ったことある？いやないよ。あのね、ま、俺出身が名古屋なんだけど、はいはい、で名古屋からだと金沢って車で3時間ぐらいで行けんだ、うんうんうん、だから学生の時とかにこう、まあ、あのなんだ、あのみんなさプールのそこから写真撮る美術館とかあんじゃん、うんうんうん、あれに俺も行ってみたいっつって車でガーッつって行ったことがあるのね、はいはいはい、で何言って街並みが結構おしゃれなの。あ、そうだそうだ、なんかあるよね。駅もさすごい有名じゃん。そうだそうだ、綺麗な駅だ。そうなんかね、なんかそのそう、なんか別に名古屋のおごりというわけではないんだけど、はい、3時間かけて名古屋から行って、はいはいはい、ちょっとこうやべえなって思うおしゃれな街だったわけよ、うん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 、金沢。まあ、もちろんのどぐろとかね美味しいしね。そうそうそう、だから金沢ね行きたいんですよね。行きたいわ金沢。ほんは行きたいわ。だなんなら別にライブとかなくても旅行で行きたいもん。ああぜひ行ってください。あの日本海側の魚はとても美味しいと聞きます、うん、はいはい。俺ねこの間、去年ね、それこそね富山に旅行に行って、ああいいですね。そうすごい有名なね、あのね回転寿司屋とか行ったんだけどね、うん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 、すごい美味しかった、うん、回転寿司屋で全然いいじゃんと思って。とまあ結局ライブの話から始まって寿司の話で、まあそれはそうなるわなっていう話ですね。これでもなかなかね、こうあのね、大手なこうメディアではなかなか大っぴらには話せない、ね、そうだね。あの、うん、あんまり音楽とバンドからこう本筋が逸れていくとね、そう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 、えってなっちゃうからね。だからあのなるべくだね、あのなんかウォンクレディオはさ、うん、あの君らがやってる、はいはいはい、結構こう勉強になるみたいな、そうだね、話が結構そういうコメントいただいてるでしょ、はいはいはい、ここもう何一つ勉強ならない番組にしたいと思ってる俺は。本当？ナードトークを。でもナードトークのオタク知識を全開で1時間ぶっ通しで喋るのもいいんじゃないの。ああ、それもね、まあだから だからそれこそそれよね。じゃあさ、あのどうですか、ちょっと一旦これ前半戦っていう話なんですけど、はいはいはい、他に思い出ありますか。待って待って、どういうこと。今一応さ、はいはい、この今こんだけ今ね放送開始してからもうすぐ50分経つ、はいはい、もうすぐ1時間経つっていうところで、はいはい、
今だから2019年始まって何があったかなっていうところから派生して、いろんな思い出話とかをしてるわけで、そうで、あとだからその何、制作が忙しかったんだ以外に今年なんかある？あ、今年ってか3月まで、3月まで、まあ、エピストロフに関することは、もう制作が忙しいぐらいしかないけどもね、個人的なことはまあまああるね。ああ、る。なんか例えば最近引っ越したのよ。おう、っていうかつい先週、うん、家を変えまして。それで最近ね、買ったんじゃないよ、いや、あの家転居しまして、はい、それで最近あのプレステ4 の、 あのログイン画面にあまりいなかったの、ね、そうなんですよ、あの、はいはい、まだインターネットが来てないんで家に、うん、プレステ4はせずに、ね、フレンドになったばかりなのに全然いないなと思いながらね、めちゃくちゃそれもあって忙しいんだよね。なんでこのタイミングで引っ越したのかって思うんだけど、うん、まあ、でもいい物件が見つかっちゃったからしょうがないよね。しょうがない、ね、俺も今ね引っ越しを考えてるんだけど、ね、あ、いいですね、うん、引っ越すのね、考えるのは楽しいよね。まあね、あのねアプリとかでね、そうそうそう、調べてこの物件こうだみたいな、うん、俺も友達でね、あのね、ひたすらオークションを調べてるやついるもんね買うわけでもなくね、そうそう、すげえ高えって言って喜んでる友達がいるからね、まあ、高えっつって、ね、それが趣味みたいな、うん、楽しいよね。そうそうそう、いや、まあじゃあそりゃ忙しいわ、引っ越しって結構忙しいよね。そうなのよ。いや、なんかでもさ、そういうのにこう家財道具とかも全部置いてくもんなしで、本当に全部丸々全部移動だね。大変だよね。しかも機材系が多いから、うち。ああ、そうだから、あんまりこう自分で運ばないと怖いなみたいなのとかもあるし。あるあるある。それこそ引っ越しといえば懐かしいのはさ、このさ、今のこの特設スタジオのあるさ、はいはいはい、エピストロフスタジオ、はい、西麻布はエピストロフスタジオ、そうそうそう、某所ね、東京某所にあるエピストロフスタジオをさ、こう作るというか、まあ物件見つけてきてさ、引っ越しやったじゃないですか。俺も一緒にやっていただきましたね。なんかそうなんだよ、だからこのエピストロフスタジオを見ると、前の俺が住んでた家のレイアウトにかなり酷似してんだよね、うん、なんでかっていうと、このエピストロフスタジオにある、まあ、多くの機材は私の私物でして、あ、まあ、その辺なんかね、いろいろそれもね、あのなんか YouTube の動画とかでね、そうそうそう、トフビツ君が来てる動画とかあるからね、はいはい、そういうの見てもらったらね、なんとなく雰囲気わかるかなと思うんですけどね。そうそうそう、そうだよね、ほとんどかっちゃんのなんだよね。そうね、だから、うん、その引っ越す前、今さっき引っ越したって言いましたけど、うん、その家の前の前に住んでた部屋の感じだね、うん、ここはもう。あ、そうなんだ、こういうとこに住んでたね。なるほど、じゃあもうかんちゃん家に遊びに来たと言っても過言ではない。過言ではないね。なるほどね。そう、いや、引っ越しか、引っ越し、まあ大変だよな、エネルギーもいるしね。そうなのよ。そう、なんか調べてるのは楽しいんだけど、うんうんうん、じゃあ決めるかってなってから、ふうっていうね、そうそう、一回ね。しかもさ、その決めるかって言って決めるまでの時間が長いのよ、なんか、うん、いや、ここダメでしたみたいな。あ、まああるよね、そのなんか、そのなんていうの、ちょっと桜物件みたいなのもあるし、ね、そうそうそう、もう埋まっちゃってましたとかさ、うん、で、じゃあ来店して見てみませんかとかさ、はいはいはい、めんどくせえんだよそういうのここって決めたらここに住まわせろと思って。あ、いや、でもなんか俺は結構ね、そのちゃんと内見する肌は、なんならあの何、ビー玉とか転がしてみるタイプだ。あ、床をね、床の傾きをちゃんと調べるタイプだ。俺割とあの何、石橋を叩き壊すタイプだから。あ、なるほどね、うん、まあね、そうそうそう、いや、もちろん内見は重要なんですけど、その桜物件でさ、来店させるとかさ、あ、そのまあね、で他のやつを捕ませようとするみたいな、ね、そうそうそう、その不動産の、ちょっと待って、これやばい口になっちゃう、もうあの不動産の仲介業者様、うん、もしリスナーの方にいらっしゃいましたら大変申し訳ないんですけど、うん、そういうとこばっかじゃないとは思うんですけども、うん、なんかある、存在してる必要ある。それ難しいもんね。それはね、あのね、いろんな業界にあるんだ。やっぱりなんていうの、人と人との間に誰かが入ると何かが起きるっていうのはどこの業界でもあることなんだよね。やっぱりね。そうだよね。いや、なんかそう、なんかいい、もうここで別にオーナーが審査してくれればいいよ。全然していただいてよろしくて、それは。うん。ただその間のそのやり取りとか、うん、その仲介業者の意図を
なんかこう見え隠れするぐらい下手なやり方でさ、こっちに提示してくる感じはいはいはい、もうため息出ちゃうよね。あ、まあいいや、その話は、まあ、まあまあまあ、まあ、とりあえず最近お引越しをされたとね。そうなんです、引っ越しをしました。いやでもじゃあそれやっぱりなんかそんなにそのミックスとかしなきゃいけないから、パソコン周りから先に作っていくんだ。そう、もうデスク周り作って、うん、そう、ただ防音とか吸音とかそのルームアコースティック周りは何もしてないんですよまだ。そう、難しいよね。うちらってやっぱりさ、まあなんか別に俺も家でサックス吹くっていうのはさあれだけど、なんかやっぱりこういろんなねこう音楽作るとかでも普通の人が音楽聴くよりも多分音量でっかいもんね。そうだね、うん、そうそう、だから難しいよね、それがね、ちゃんと防音したりとかね。だから賃貸その防音とかってやるの値段高いイメージあるじゃないですか、うん、その壁をもう一枚作って内側にとか、はいはいはい、まあ、そういうやり方もあるんだけど、俺はそんな大爆音で何かをするわけじゃなくて、うんうん、まあ、しっかりとした反響とかをその物の反射をこう排した、はいはいはい、しっかりとしたスピーカーからの音で物を聞いてそれを調整するみたいな仕事だから、その爆音は流さないから防音はいらないんだけど、うん、壁の反響だったりなんか物に、あ、こう手パンパンって叩いた時にワンってならないようにするみたいなね、とかそういうところとか、変なところが妙に吸音されてないかとか、必要な周波数帯域が妙に吸音されてないかみたいな、そういう話をね考えるんですよ。音響面ですごいビー玉転がすみたいな感じ。まあそうだ、まあビー玉転がす事前調査はそんなしないけど、まあ住んでから自分のいいようになるようにこう吸音材とかを買って揃えて物を配置していくんですよね。懐かしいね、このエピストロフスタジオもね、天井にみんなで一生懸命椅子の上に立ってね吸音材貼ったもんね。そうだね、難しいっすね、そういうことしてましたね。でそれをまたやんなきゃいけないんですよね。楽しいんだけどね、それもね。まあね、それもなんかね、やっぱり自分秘密基地作りみたいな男の子好きですからね、うん、うんうんうん、なるほどなるほど、まあ忙しいですよ。じゃあこの辺で一回ね、コメントを拾うコーナーをやってみたいと思うんですけど。コメントを拾うコーナーいいですね。これね、もう分かんない、最初の方にコメントした人がまだ聞いてるのかどうかっていうのも、まあ、怪しいんだけど、とりあえずさ、なんかあのテーマトーク、テーマを提示してるじゃないですか、うんうんうん、これ途中から聞き始めた人全然分かってないと思うんだけど。そうだよね。本日はですね、皆さんがこう今年になってから2019年に入ってからこう目覚めたこと、こう僕だったらペペロンチーノの入荷、はい、かんちゃんだったらコーヒー、コーヒーがうまいっていうことに、はい、こう目覚めたみたいなあの話を募集しておりますけれども、じゃあちょっとそれに該当するコメントをちょっと拾っていきたいと思いますけれども、はい、これだ、どれだ、テフェチに目覚めました。テフェチに目覚めましたね。テフェチっていうのはでもミュージシャンは嬉しいことよ。ああ、どういうこと？ミュージシャンはこう手、やっぱりさ手を見てほしいってこと？そうじゃない？なことない？いや俺はそんなことないけど。本当？いやなんかこうピアノとかのこう手の指が美しい。でもそれ言う人多いよね、そのピアノの人の手好きっていう人多いよね、うん、ねえちょっとね、だピアノって一番いいよね。なんかさこうギターとかはさ、うん、こう俺はなんかこうポール・ギルバートとかの指とか見るとストレッチしすぎてちょっと気持ち悪いなと思って、雲みたいになってる手ね。そうそうそう、エイリアンの宇宙人、宇宙人幼虫みたいになってるじゃん、うん、エイリアンの幼虫口から出てくるやつねなんかだけどピアノって一応なんか綺麗に見えるよね。うんうん、そうだね、うん、確かに。そうそう、テフェチね、テフェチはだからね、いや、やっぱこう僕らもね、こうだって言ったらね、ベースだってだからあれよ、新田とケント以外はウォンクのだから、その綾竹もカンちゃんも俺、まあサポートの俺も指をこうパタパタさせて、まあ指をパタパタさせて演奏してるけどね、それは。だからまあテフェチの人はこうまあそういうところをね見るとミュージシャンもこうね美しい手をしてますからね。確かにテフェチに目覚めました。なんで目覚めたのかちょっと知りたいですよね。確かに、ね、何を見て目覚めたのかっていうところね。それ大事よね。それ大事よね。それ大事、それちょっと言及したいですね、はい、でね、次にこのあのね、多分ボールヘッドさんだろうなっていう人が、うんうん、PUBG だねっていうね終始 PUBG やんけ、うん、
あのね、ゲームはねでっかい画面でやった方が楽しいですよ。あ、そうね、まあ、わかんないね、携帯でやってないかもしれないからね、 PUBG もね、パソコンでやってるかもしれないからね。あの PUBG に関して言えば、うん、あのうちのキーボーディストの早田圭崎もかなりの PUBG、うん、やり込んでいまして、それこそのテフェチがよだれを垂らして見るような指さばきでね。そうね、いや一緒にたまにやるじゃんみんなで、うん、そうね、ウォンクだからさ、結構他のとこでも言われてるけど、ね、楽屋でみんなでずっとゲームしてるっていう時期が結構あったね。そうそうそう、長かったよね。そうそう、 PUBG っていうのはちなみにそのスマホとかでもできる、 PC でもできる、うん、まあなんだ、打ち合うゲームなんですけど、うん、そうね、あのそれをまあ綾竹とやるとめちゃくちゃうまい。うん、綾竹なんかそもそもさ、綾竹ってそんなにさ、ゲームするって言っても多分なんか七並べみたいなのが好きそうじゃん、そうだね、なんか神経衰弱とかさ、うんうん、そんなさ打ったりすバンバンバンみたいなやつなんてさ、うん、そんなね、綾竹がやるわけないと思ってたらすごいやるもんね。すごいやるし、あれだよね、ウォンクやる前はそうでもなかったんだよね。ウォンクに入ってなんかスマホのゲームで暇つぶしてて、うん、なんだっけ、なんていうゲームだっけあれ、一時期めっちゃ流行ったウォンク内で、ノアじゃなくてなんだっけ、あったんですよ、そういう打ち合うゲームがめっちゃ流行って、そこからだよね。そっからだね。そっからもうあれだけはもうその道の人になっちゃった。そうだから俺らは割とさ、さすがに携帯の、まあ、プレステ4とかでやるから、携帯のゲームはそういうなんかウォンクで集まった時とかにしかやんないじゃん。うん、そうだね。でもね、多分ね、あやたけね、ずっとやってんだよ、多分家で。確かに、あの、アッピの時もさ、うん、朝起きてさ、たまたま暇だったから、そうね、その、新た、アッピに行ってる新たと俺と安藤くん3人で、PUBG ちょっとやろうぜって言って、立ち上げたら、うん、その、友達の状況っていうのは見れるんですけど、うん、画面で。あやたけがログインしてたもんね、うん、オンラインだったもんね、オンラインだった、うん、誘って一緒にやったもんね。そうだね、やってんだよね。日常的にね。そうそう、そうそう、かそのね点あって、やっぱりね、あやたけが最後まで生き残るっすよね、 PUBG ね。そうだね、強いもんね。さあ最近目覚めたこと、あ、 PUBG のすぐ下にね、音楽ライブに行くこと。ああ、これはでも、うん、目覚め最近なんですね。でもこれでもいいことですよ。いいことですね、うん、音楽はやっぱライブで見ないとね。そうなんですよね、ダメです本当に。まあ、もちろん CD の良さもあるけども、あのライブっていうのは何回行ってもいいもんね。そうそうそう、演奏内容全然違うからね。そうだし、なんかやっぱりその演奏してるのはさ、人間なんだから、その人が最近だから、まあもちろんね、これプロ意識として毎回同じものを同じクオリティで提供するっていうのも一種あるんだけど、うんうんうん、なんかこうなんちゅうの、その時その時の、土地だったり天気だったり最近の自分だったりっていうのがあってのその日の演奏って絶対あるじゃん。あるね、少なからず。ある。だからあながち俺も昔さ、自分がそんなガンガンライブやりだすまで、うん、例えばこうセンキュー東京とかさ、サンキュー名古屋とか言うじゃん、はいはい、リップサービスだろって思ってたんだけど、うん、意外とあるぞって思った俺は。自分でね、こういろいろツアーとか出るようになって、感謝しようって、うん、感謝しようだし、いやさっき食った寿司うまかった、ありがとうって思いながら演奏することだってあるわけじゃん。あるね、このあとうまい肉食うわ、ありがとうっつってさ、うん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 、そうそう、だからやっぱりね、あると思う。ライブっていうのはその時その時やっぱ生もの、音楽生ものですよ、うん、そうなんですよね。まあその CD もいわばそのバンドにもよるけど、うん、ある瞬間のその生を切り取ったものではあるから、うん、まあそうだね、その時のね、そうだからライブをやってる回数だけそれと同じものの瞬、この違うね、側面が見れるっていうのはかなりいいコンテンツだと思うんですよね、はいはいはい、うん、確かにね。真面目になってた、なんか真面目になってきてるよ。真面目だけど、いや真面目だよ。もうずっと真面目だよ最初から。そう、うん、そうだからなんか面白いのは、 CD 作ってるのって意外とさ、リリースよりもさ、そんな直前までさレコーディングとかしてないじゃん。そうだね。だからあの時の感じで撮ったのがちょっと後になってからリリースされて、実はでその曲をもうライブで聴いたら全然違うアレンジになってたりとかっていうのは結構こうミュージシャン業界よくある話。よくあるね、うん、あレコーディングの時確かこうやってやってたよねみたいな。ウォンクはもうまさにそれで、レコーディングのことなんて覚えてないもん正直。何どうやって弾いたんだっけ、そもそもなんだっけこれ。わかるわかるわかる。だからライブのにはもうライブに向けてまたね、うん、一からものを作るような気持ちで取り組んでることもあるからね。そうだね、うん、さあ他になんか
来てますかね、目覚めをね。なんか最近ですけど、ね、あ、これベースを練習し始めましたっていうのが今来ましたね。あら、ベースを練習し始めました。いいですね、ベースね。ベースはね、だってベースはコードも弾けるしメロディーも弾けるもんね。そうなんです、ベースは一番いい、一番いい。いやちょっと分かんないそれは。あのベースは素晴らしい楽器でして、うん、なんだろうね、始めやすいっていうのはある。まず、あ、弦が4本しかないから、弦が4本しかないし、かだから広いんだよね、間口も広いし奥も深いみたいな。しかもなんか簡単な曲を探そうと思えば簡単な曲あるし、あ、そうだね、だから難しく弾こうと思えば難しくも弾けるし、うん、まあ、指一本で押さえても弾けるもんね。そうそうそう、やっぱギターはなんかこうコードとかさ、うん、こういっぱい指いるもんね。あとその1音で場を支配するかっこよさがあるんだよね、ベースって。まあまあまあ確かにそうよね。あのキーボードの人が羨ましいと思うのは、てかコード楽器の人がさ、うん、羨ましいと思うのはやっぱりコードをピョンって弾けば、まあ、カラーリングっつうかね、そうそうそう、うん、その雰囲気を周りがさこう追っかけていかないとさ、うん、はいはいはい、いけないみたいな空気で出るじゃん、うん、その一緒にセッションとかしてると、うん、コードビャって弾いたら、あ、このコードはこれだみたいな、うん、それ頑張ってついてこうみたいな空気になるのは羨ましいなと思うけど、うん、そのコードに対してそこがベースじゃないんだけどすげえかっこいいみたいなベースを弾いた時の、あ、なんか、まあ、あのちょっと難しい話するとオンコードみたいなね。そう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 、うん、実際のそのコードに対して、まあ、ちょっと難しい話になるけどナードトークだから難しい話もします、うんうん、だドミソってピアノの人が弾いたとしても、うんうんうん、ドミソだからドが一番低いんだけどベースがドを弾かなくてもいいぞと。そうそう、ミを弾いてかっこいい時もあるし、うん、なんならレを弾いてかっこいい時とかね、まあ、まあね、なんかいろいろありますから、いろんなことがありますからね。その時のベースの気持ちよさはね何者にも変えがたいですよね。確かにね、そういう意味ではやっぱりね、うん、こういろいろ力がある楽器ですよね、うん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 、あとはどうですかね。あ、僕の鼻声を心配してくれた人がいっぱいいますねもう今大変ですよ本当に、花粉の季節ですからね、うん、昨日さ本当に、うん、何食っても何飲んでも味が分かんなくて、もう花粉症で、うん、やば、すごいストレスだった昨日一日。え、今薬飲んでて、それそう、あ、結構きてるね。昨日薬も飲んでて家から一歩も出てないのに、それでうわ。でさ、なんかさ、これちょっとさまた話がどんどん脱線するんだけど、なんかさ、お肉って食べ過ぎるとさ気持ちよくなるじゃん、ない、うん、そんなこと、油っぽいってこと。あ、そうそうそう、うんうん、あるあるある。で昨日ね、お昼に、うんうん、まあ、ガーッと、まあ男飯だよ、牛肉をガーッと炒めて、うん、あとまあご飯みたいな、うん、あとまあ野菜はまあトマトみたいな感じで、はいはいはい、まあ、適当に昼飯をザザッと作った、うんうん、で普通だったらさ、なんかさ、そう、なんていうの、こう肉食って肉食って肉食ってご飯食うみたいなあんちゃん、そういうリズムがなんだけど、味が分かんないと、うん、そろそろ米食いたいなってなんないわけよ。だから何食っても味しないんだからでね、胃もたれしちゃったの。ああ、もう自分が知らない間に負荷がかかってたんだ。そうそうそう、脂身食いすぎて気持ちよくなっちゃって。花粉はね、俺も花粉症だからな、わかるな、それ本当にひどいんだよね最近。目が腫れぼったくてさ、ね、うん、でちょっとこう何、目をグリグリってやると、うん、二重の線がどんどんさ変なことになってって、うん、最終的に見えよえみたいななんかどこにその線が、何なのかその線みたいなことになっちゃうんだよね、目が腫れて。いやー、わかるな。いや、とにかく大変よね今はね、うん、俺もう真夏と真冬以外ずっと鼻ぐじぐじ言ってるからな。他にはどうでしょうね、どうでしょうね。あ、これはホラーゲームの実況を見るのにハマってます。あ、いいですね、ゲーム実況面白いよね。ゲーム実況いいですねだナードトークの話題。そう、ゲーム実況面白い。あの、ウォンクの中ではそのプレステ4をがっつりやるのはまあ俺、うん、でまあサポートも入れて安藤くん、うん、安藤くんもがっつりやるもんね。やるね。そうだから最近だとあれだよね、エイペックスレジェンズ。エイペックスレジェンズね、その話しちゃいますか。いやいや、まあ軽くね。エイペックスレジェンズっていう、最近君が引っ越しのせいでなかなか現れないね。そう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 、戦場に現れない最高のゲームがあるんですよ。そう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 、それの実況とかをよく見る、うん、やっぱり実況ってその見る動機がいくつかあって、うん、1個はその技術を学ぶ、
あ、立ち回りとかね。そう、立ち回りとかどうやって練習するかみたいなのを、うん、まあ、単純に学ぶのもあるし、ホラーゲームとかさ、うん、そういうのはそうじゃなくて、なんかその人がどういうリアクションするのかとかさ、うん、あと結構すごいのがさ、それこそゲームやってるその何画面は収録っていうか喋らずに撮ってて、それにも例えばこのこういうラジオにゲーム動画ついてるだけみたいなさ、あるある、全く絵と関連してないってことね。そうそう、喋ってる内容がでめちゃくちゃ面白い人とかもいるじゃん。あるあるある、うん、そういうのもいいよね。てかゲーム実況もなんかこうラジオ企画でやってみたいわ。あ、いいじゃないですか。ゲーム垂れ流しやりながら喋、うんうん、ってね、喋って、うん、どっちかの画面しか見れないけどね。そうだね、うん、まあそれは一番上手い人の、うん、誰か分かんないけど、うん、いやいや確かにね、そういうのもいいですね。まあでもまあホラーゲーム実況やっぱりね、多分一番ねゲーム実況の中ではね力量が問われると思うな。そうだね、リアクションとか、うん、ね、割と難しい。あ、曲が止まってますよ。いや、ボールヘッドさんかっこいいですね。今まで BGM は全部ボールヘッドさんでございました。エピストロフ。そしたら次はさあ他には、まあそんなとこですかね。とりあえずね、そのだからまあ皆さん、あの読んでますよ、全部読んでますけど、放送で拾われたい方は、2019年目覚めたこと、新たがねアイボールめっちゃ良いって言ってるけどね、全然わかんないわ。でアイボールってあれじゃない、あのポップガードじゃない。あ、それね。あ、じゃあ全然関係ない、なんか何かに目覚めたのかと思った。アイボールに目覚めたんじゃない。あ、目覚めたんだね。あ、おめでとうございます。さあということでですね、とりあえず2019年1月から3月までの模様を振り返ってきたわけですけど、はい、ワードトークどうしますか。一回じゃあ休憩ということで、BGM を上げてマイクをオフにしますか。ちょっと曲聞きますか。じゃあ、あ、そうだ、じゃあここのタイミングでいいですか、はい、ちょっと詩的な話をして、ああ、ですね、今週の木曜日かな、そう3月14日、はいはいはい、にですね、あれはちょっと待てよ、フライヤーを出すよ告知だよ悪いかよいいよ、ね、告知しろよ。歌パスプレゼンツ、はい、ジャズエクスペリメント with サポートフロムエピストロフというイベントがございます。3月14日、はい、会場はノスエビス、エビスですね。ノスはね渋谷とエビスと2つあるんですけど、はい、そちらのエビス店の方でですね、19時オープンで、そこから23時まで、もうすごいですよ。この日はですね、一応メルローが僕ですね、僕っていうか僕のやってるソロプロジェクトメルローが軸になりまして、はいはいはい、ゲスト陣がまあエピストロフからはケント長塚、うんうんうん、そして人面ウサギ&スイートウィリアム、はいはいはい、そして、ソイル&ピンプセッションズからタブゾンビさん、トランペットのタブゾンビさんね、はいはいはい、そしてモノンクルから、吉田沙羅ちゃん、はいはい、そしてラッパーキャンディタウンの呂布くん、はい、そしてですね、ブランドニューヘビーズってさあるね、うん、あのアシッドジャズバンドの、アシッドジャズバンド有名な、かなりこれ本初代かな、どんどんどんぱち初どんぴしゃ初代かな、初代か2代目ぐらいかな、2代目のボーカリストですね、エンデア・ダベンポートさん、エンデア・ダベンポートさんもお迎えしてのライブセットと、はい、そして DJ が松浦俊夫さん、はいはいはい、そしてミツ・ザ・ビーチさん、おおすごいね、そして新田光さん、ほんほんポルトガル、ポルトガルで、ね、白いヒレヒレ男、ヒレヒレの、ねね、そしてモスグリーンね、モスグリーン、我らがモスグリーンですね、ね、というね、あの大変ゴージャスなパーティーをですね、まあ、平日ではあるんですけどやっておりますので、そちらにねちょっとでも関心を持っていただけるために、ちょっとメルローを聞きながら若干の小休止というか、う、ね、まあ小休止というか、まあラジオでいうところのちょっと曲聴きましょうっていうところですね。そうですね、まあ、うん、目安 2,3 分ぐらい、そうだね、目安 2,3 分ぐらいちょっと休憩取ります。はい、ガチャガチャ。
さあということでお聞きいただいているのは私ことメルローの、もうこれ1年半ぐらい前になっちゃうんだな、アルバムピルグリムから、今はねフォール、フィーチャリング愛二宮、お聞きいただいております。さてということでここからですね、まあだから先ほど井上さんの方からもあの終電で帰りたいぞという話がありましたけれども、なんだあれですよ、後半戦ということでね、はいはいはい、やっていきたいと思うわけなんですが、やっていきましょう。こっから先はあれですよ、うん、何をしたいか、今後何をしたいかトーク、このラジオでね、うん、このラジオで何をしていくか、やべちょっと待ってポテチが口の中に残ってる。あ、そうそう、ポテチ食うための休憩だからねこれ実際ね、まあちょっと一回レモンサワーであの口の中浄化しますわいや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 、でもねこれね意外とねびっくりしたんだよね、なんかこうまあだからそれこそ今年入ってこうエピストロフセッションズっていう、エピストロフセッションってさ今までだとさあの、うん、クリスマスソング、はいはいはい、やったね、やったのと、まあ俺とステムウェルこと井上寛さんとね、はいはい、演奏してね、幼馴染の古木と演奏したやつあったじゃないですか、うん、ありましたね。それだから割とこうなんていうかライブショーケースっぽいやつをやっていくのかと思いきや、今年はねあれそのラジオっぽい企画というか、まあでもまあまあプライベートラボは逆にほとんど喋んなかったでしょあれ、うんうん、まああれはまあそういう企画、ダラダラっと好きな音楽流す企画だからね、それをみんなでこうねリビングルームを共有するみたいな、そうだね、そういう企画だからね。でこちらはこちらでこうもうナードトークということで、もう喋らせたら1時間も2時間も喋ってるっていう感じなんですけど、そうなんですよね、これからね、だから月1何していくかっていういろいろコーナーだよね、やっぱラジオというか。そうなんですよ、ラジオといえばコーナー、ね、どういうコーナーをやりたいかってことよ ね、 ね、なんかエピストロフのそのナードトークのポジションは、まあ一個はさっき話したみたいにそのエピストロフの中で起きたこと、うん、みたいなのを話すっていうの、あのあんまりエピストロフとして何してるかって皆さんにこうお伝えする場があんまりなくて今まで、まあ、そうだね、そうそう、うん、それをなんかみんなに知ってもらえたらもっといろいろ楽しんでくれるのかなと思って、うん、まあ、思いつきで始めたんだけど、うん、あとはもう一個はあれなのよね、そのリスナーの人たちとのこう相互のやり取り、はいはいはい、もうそんなにエピストロフとしてはする場所がなくて、はいはいはい、なんでリアルタイム生放送にこだわって、それをもうこのエピストロフで1、2を争う社交力を持つね井上さんと安藤くんがねそこを受け持とうとね、そうですね、でそうですそうですあのなかなかね俺は SNS 苦手で、ああ、SNS の返信とかにこうちゃんとこまめに返信したりとか、まあ難しいよね、まあ、難しいのよ、なんか一個返すんだったら全部返そうと思うし、なんかそのなんかやっぱりねこうばらけが出ると良くないですからね、うん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 、だけどなんかこういうラジオみたいにこう喋っていく中で、うん、ね、話の種にできるようなコメントだったりとか、そうだね、そういうのはね、うん、全然やり取りしていけたら最高だなと思うんで、うん、そういうそのリスナーの人との相互のやり取りっていうのをリアルタイムにやっていきたいなっていうのがまずあって、はいはいはい、であとはまあ好きなあのウォンクレイディオだと足りなくなっちゃうような、はいはいはい、時間が足りなくなっちゃうような、うん、その謎のこだわりの話とかをすごいしたいのよ、まあそうね、まずは、うん、したいね、そう、あの大体ウォークレディオだと何々特集とか言ってさ喋、うん、るんだけど、うん、尺が足りないし、うん、やっぱりあれはそのウォンクのファンの方々ももちろんなんだけど、あのたまたまこう車の中で、まあそうよね、そのラジオつけた人にも、うん、まあ、楽しんでいただけるように極力こう丁寧に、うん、そのまあ、深入りしないってことはないけど、うん、丁寧に説明してるところはあるんだけど、ここではまあ時間は終電まで許す限りあるんであのどんどんなんかすごい方向の話をぐいぐい進めたりとか、うん、まあ、時には人を置き去りにしても面白いかなと思って、そういうなんか地上波じゃないなりのね、そうそうそう、何かっていうものをね見出せていけたらいいかなってことですよね。そうそうそう、だからそう、まずじゃあ企画の話すると、うん、1個やりたい企画は、はいはい、その安藤くんと俺は割と多趣味じゃん、多趣味だ、そのそう音楽以外にもいろいろ
ゲームもそうだけどさ、いろいろ趣味があるでしょ。そうだね。なんかそういう多趣味なだからこそ喋れるような、あ、なんだろう、いろんなものへの謎のこだわりみたいな、あ、いいね、そういうのをなんかお互いが持ち込むのか何なのかして、まあね、それこそそのどっちも多趣味なんだけど交わらないところもあるだろうからね。そうそうそう、どちらかが話してどちらかが聞き手に回るみたいなのもできるしね。そうそう、そういうのも話してみたいなっていうのはあるね。それはまあ一方的な話したいことなんだけど、はい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 、あとなんか言ってたのあるじゃん、なんかあのなんだその世間との、ああ、それね、うんぬんみたいな、はいはいはい、ラジオを聞いてるとさ、ニュースを切るみたいな企画あるじゃん。あるね、意外と芸人さんとかでもさ、そうそう、時事ネタちゃんとさ、さば、うん、く人多いもんね、うんうん、そうそう、だからどんな面白いラジオでもまあ面白くこう時事ネタを切るみたいなのもあるけど、はいはいはい、そういうニュースに関するコメントをやってみたいんだけど、だけどその切り口としてはやっぱりどうしても何切るみたいな、そういう切り口じゃなくて、うん、僕らミュージシャン、うん、音に携わるものって割と世間からずれがちじゃん。ずれがちというかもうね、全然知らない世の中の動きを。そうなんですよ、あの、うん、世の中の人はさ、まあある例えばある職種だったら毎日同じ新聞を見るとかさ、うん、同じテレビをニュースを見るとか、うん、そういう習慣づいてる人もいるし、ニュースをこう積極的に取っていく人もいる、周りには多いから。そうだね、と思うんだけど、やっぱミュージシャンはどうしてももっと内へ内へこう進むじゃん、曲作ってる時とか引きこもってさ、ね、うん、外のドア遮断されてみたいな、そういうのをそのニュースを聞いて見て、うん、こう世間とのズレをチューニングしていくみたいな視点のニュースに対するコメントを出していく企画みたいなのをやりたいな。あ、なるほどね。そうそうそう、これはでもね、危ないですよ、下手なことやるとね、このご時世炎上しますから、ね、そうなんですよ、うん、だからあの上からは何もね、うん、分かんないけど、ああそうなんだみたいな感じになっちゃうねうん、うん、そうそう、なんかそういう時事ネタをについてミュージシャンが話すみたいな切り口のやつとかやってみたいな、うん、そうね、物申すわけじゃなくて、そうそうそう、あ、そうなんですねみたいな、こういうことがあったらしいですよみたいなね、まあでもそれだけだと面白くないから、まあ確かにねなんかそこはね工夫して、まあ、若干のね、こう自分たちの意見とかを交えつつね、そういうのをやってみたいね。なるほどなるほど。あとはね、俺何したいかな。俺はやっぱりね、あのやっぱり俺個人的にはやっぱりね、うん、映画だね。映画？映画話。ああ、映画ね、映画好きだよね、うん、映画大好きだから、うんうん、なんかそれこそなんかさ、こう勝手に、うんうんうん、こう上半期ベスト3発表とか、はいはいはい、そう、なんかそういう映画表とまではいかないけど、はい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 、なんかこう見て話したいなとか、ね、映画についてね、いいですね。そうそうそう、映画もいいよね、確かに。あとやっぱりね、俺たちのもう一個共通点としては、辛いもん好きじゃん。辛いもん好きだわ。うん。それで辛いもの部の活動をレポートしていきたいと思うんですよ。まあ一緒にでもいいし、うんうんうん、この間こういうとこ行ってこういうメニュー食ってどうだったみたいな話、はいはいはい、辛いもの部ね、うん、でゆくゆくそのなんかこうロケの模様とかを、ね、いいですね、こうお伝えできるように、うんうんうん、なんか前それこそロケとかやってたもんね、うんうんうん、ウォークレディオでもね。それをこうちょっと辛いもの縛りで、確かにそれは楽しそう、うん、辛いものをもう今いくつかあるもんな、話せる話いっぱい、まあ、辛いもの好きだから行くんですよ、よく、安藤君も行くと思うけど、ね、そう、それは確かにいいですね、企画としては、ね、そういうのやりたいなと思うよね。なんかそういうな、自分の こだわりの話みたいな、一方でこうリスナーの人とのこうやり取りした企画みたいなのもやりたくない？なんかやりたいね。あの深夜ラジオのさ、はいはい、面白い大喜利企画みたいなのすげえ憧れるんだよね。ああ、いいね。そのなんか職人みたいなやつらがいるみたいな、ね。そうなのよ、そうなのよ、うん。でもあれはかなり高度な技術を要するから、うん、もうちょっとこういろいろ考えて、はいはいはい、そういうリスナーの方になんかいろいろ送ってきてもらったものをここで紹介するみたいな、うん、そういうのもやってみたいな。なるほどなるほど、うん。それも面白そうですね。うん、それでも、まあ、僕らもそんなハードル高くないから ね、 そうだね、送ってもらう人がハードル送ってもらう人のハードル、ね、そうそうそう、なるほどなるほど。
まあ、じゃあ意外といろいろコーナーつうか、まあその時事の話だったりとかね、いろいろできそうですよね。それこそなんか例えばお酒も好きじゃん。うん、そうだね、お酒も好きだわ、ね、お酒の会とかもできるだろうし、じゃあそれこそあの俺がなんか、俺コーヒー結構いろんなとこ飲んでるから、はいはいはい、かんちゃんのそのコーヒーに目覚めたかんちゃんにいろいろコーヒーのこう、こういうのもあるんだぞっていうのを話してあげたりもしてもいいだろうし、はいはい、いいですね、それもいいね、うん、なんかいろいろできそうな予感がしますね。そうだね、なんか割と何でもできそうだな。あと毎回ね、その今日みたいな、こう今日はまあちょっとお試しだったけど、テーマ、はいはいはい、そんなにテーマ、トークテーマについてのお便り、ね、お便りというか、そうそうそう、コメントもいただきながらみたいな ね、トークテーマといえば、ちょっとここら辺でコメントをもう一回何を募集してるのか紹介してみますか。はいはいはい、今日のトークテーマはあなたが2019年新たに目覚めたこと、はいはい、新たに目覚めたっていうとちょっとエピソロフ的にちょっとあれですね、新しくポルトガルの人に、うん、ポルトガルの人に目覚めたみたいになっちゃうから ね、 そうね、新しくこうなんか良さに気づいたり、こうそうだね、目覚めたみたいなねやつね、を今あの YouTube のコメント欄だったり Twitter ハッシュタグなどトークで募集しております。そうです、募集しております、ね、引き続き。ちょっと一体ね、何時までやるんだろうっていう確かに感じがしてきてますけどね。意外と喋れるっていうね。そうね、これぐらいダラダラ喋りだったら全然喋れます ね、 ね、そうだね。だけどね、一応、うん、だからじゃあ次回はさ、うん、何する？次回ね、次回なんだろうね、気が早いかもしれないけど、はいはい、ゲーム実況早くね。いやいやいや、あのゲーム実況じゃなくてゲームをやりながらラジオするっていう、ほう、あの要はあのゲーム画面は出してるけど、うん、別にそれに関係ない普通のラジオをやりながらピコピコやるっていう。なるほどね。あのさ、最近その安藤くんからさ、あのそのエイペックスレジェンズっていうゲームを僕と安藤くんは今やってるんですけど、はいはい、ほらな、あのキングヌーの赤月、あ、そうそうそう、うん、彼がエイペックスレジェンズやってるという情報をゲットしまして、じゃあ一緒に、だからゲストでお招きしてちょっと気が早いかもしれんけど、まあね、まあ、じゃあだったらツアーが終わった頃だよ ね、 そうだね、やるならね、うん、彼らの、うん、そうそうそう、いや、まあそういう回もいいですね、うん、まあだけど、まあだからなんか基本的にこんな、なんかなんていうの、ゲストにこう頼りすぎず頑張っていきたいとは思ってるけど ね、 そりゃそうよ、うん、そりゃそう、そうだけど、まあだから、だからそれ、それこそそのナードな、そのなんていうの、こうまあ料理なりゲームなりお酒なりなんなりにこうまつわるなんか面白いことがあればね、うんうんうん、いいかなとは思うんだけど ね、 そうだね、なんかそういう人を招いたりできてもいいかなとも思うしね、うんうん、そうですね、そう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 、いやいやいや、これからも楽しみですな。楽しみだ ね、 とりあえず月1っていうことでね。そうだね、だいたいペースとしては月1ぐらい、うん、まああんまりそこら辺も決めずに、うん、まあそうね、うん、まあ本当はね、曜日とか日時をさ決めて告知した方がみんな分かりやすくていいのかもしれないですけど、まあ、確かに、ね、僕だって今回だって今日でしょ告知したの。そうだよよく見てくれてるよ、これ見てっていうか聞いてくれてると思います、うんうんうん、皆さんありがとうございます。そうなんですよ、ね、本当にありがたい、ね、みんなでこう育てていけたらいいかなと思いますよね。エピストロセッションズもね、うん、新しいことをいろいろねやってますんでね。そうですね、そうそう、なんかあります、ウォンクは告知とかそういうのは。ウォンクの告知あるけど、なんだろう、あるけど俺そういう担当じゃないからさ、そ う、 ね、そうそう、俺その告知担当じゃないから、ね、あのラジオはやってるけれども、そうなのよ、分かってないんだよね。分かってるよ、もちろん分かってるんだけど、分かってるけど、何その、でも、ね、説明するに耐えない、なんか難しいし、なんかこうライブ情報って難しいのがさ、情報解禁っていろいろあるじゃん。それリリースもそうなんだけど、そうそうそう、なんかオファーは来ててもう出ることは決まってるんだけど、まだ言っちゃダメみたいなさ、そうそう、なんかうっかり言っちゃうタイプなの俺は。あ、なるほどね、その告知って張り切ると、はいはいはい、わーって全部こう言って、うん、みたいになる。あ、それまだ、それまだダメだよみたいなね。そう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 、これはあの生放送なんで、うん、確かにそれはちょっと慎重になった方がいいわそうそう、だからあんまりそのそういう事情をねちゃんと確認してないうちは言うのやめようと思ったけども、
あ、これだね。まず直近だともう4月だ。ウォンクはなんだっけ、ボルボ、ボルボ、そうだ、ボルボ、ボルボのこれ青山の店舗、スタジオみたいな店舗があるんだけど、うん、そこでライブするんですよね。そうだね。ボルボもらえるんですかね、これ一人一台。いや、もらえるといいな。ボルボ欲しいですね。まあ欲しいですね。あ、欲しいですねっていうか、うん、家借りたって言ったじゃん。ちょっと話、うん、はいはいはい、ちょっと巻き戻るけど、うんうんうん、最近引っ越したって言ったじゃん。うんうんうん、で引っ越しの時にさ、身分証明書みたいな契約する時にいるじゃん。うんうん、あれ免許証でいいですかってパッて免許証渡して、うんうん、あ、大丈夫です、あ、これ期限切れてますよ。期限切れてんのってなって、うん、それはもう1ヶ月前ぐらいなんだけど、うん、まだ何もしてない。基本的に郵便物あんま見ないもんね。見ないな、ね、見ないんですよ。見ないし、あの車も全く乗らないから。そうだよね、車トークできちゃうねこれね、うん、そうそうそう。まあさね、いろいろこうライブとかツアーとかでさ、やっぱりこう電車で行ったりとか飛行機で行ったりする時もあるけど、意外とこうみんなでこう何でっかいバンを借りて、うんうんうん、まあ、ザ・バンドマンみたいな移動をする時もあるんだけど、井上さんは登板したことないもんね。ないですね。あの登板する時ワンマンなんですけど、うん、あのみんなの命の保証がないという時点で、まあね、てかみんなに止められてるよね。そう、止められる。だって右か左かどっちがアクセルか分かんないっていうもんね。分かんないね、今でも分かんないからね。でしかもウィンカーって何みたいな感じでしょ。そうだね、ウィンカーは分かる、存在は分かるし、うん、何を意味するか分かるけど、どこでつけるのか分かんないよね。ああ、それはね、期限切れでいいと思うよ。いやーね、いやー、だからそうよね、だからこれ結構そういうさ、ウォンクでこう何ていう、旅に出るようになってからさ、うんうん、結構ね、まあ運転を誰かがこうちょっとマネージャーと変わったりとかするみたいなことが多い中 で、うんうんうん、で結構なんていうの、やっぱり性格出るなと思ったね、運転は。確かにね、うん、運転、そうだね、いろいろあるもんね。ね、あのそう、あの、うん、生放送ではちょっとみたいなシーンもありますもんね、運転といえば、まあ、なんで法令を遵守してね、しっかり運転していけばいいんじゃないでしょうか。あと私みたいな人間からぜひ免許を剥奪した方がいいんじゃないでしょうか。それからなんかあのちゃんとあの何、もう一回あの何、初心者教習みたいなのあるから。はいはい、あるらしいね、うんうん、なんか免許切れて何ヶ月かするとそれ受けなきゃいけないんでしょ。なんか多分ね、そうだろうね、うん、なんか受けられなきゃいけないんだよって言って、前回も受けた気がするのよ、俺切れてて。だけどもう何も覚えてないもんね。運転しないからね。まあ、やらないと忘れるっていうことですな。うん、そこなんで、え、なんで免許の話になったんだ。なんだっけ、なんだっけ。もう忘れちゃった、脱線しすぎて。なんだっけ、免許の話。そういえば家借りたじゃん、免許の話になって、うん、なんで期限が切れてたって話でしょ。運転の話じゃない、違ったっけ。運転の話なんかしたっけ。あ、ボルボだ、ボルボ、ボルボで。ボルボでライブがあるんだよ。そうなんです。そうそうそう、巻き戻り巻き戻り、ボルボで、4月16日だね、16日にライブ、うん、ウォンクのライブがございます。ボルボのスタジオ青山というところでですね、はい、ありますね。これもなかなか珍しい感じですよね。そうだね、あんまり大きくないんで、うん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 、まあ、予約とかチケットフォームが今ね、俺ウォンクのホームページのライブ欄を見てるんだけど、はいはい、チケットっていうところがあるから、そこから多分ね、予約なりなんなりで、ね、できるんだと思う。できます。そう、まあ、メルローとしてはとりあえず木曜日、木曜日ね、3月14日。いやー、でもあのライブ豪華よね、本当に豪華、ね、すごいよね。でしかもタイムリー、何がタイムリーかって、うん、ついこの間それこそウォンクレディ俺が、うん、ゲスト出演してさ、あのスタジオライブした回でさ、 J ・ディラの日本の、ね、J ・ディラの遺伝子を受け継ぎし、はいはい、日本のビートメーカーで名前が挙がっていた DJ ミツザビーツさんが、はい、どんな人かなと思ったら、もうその日来れば見れると。いや、素晴らしい。そうだから、これはウォンクレディオのリスナーも外せない。そうですね、ね、ライブとなってますのでね、ぜひ、ね、いや、行った方がいいよね、だってあんな
なんだちっちゃいっていうとちょっと語弊があるけど、まあでもどちらかというとダイニングバーみたいな、ね、そうなんですよ、あのライブハウスじゃないんだよ ね、 ん、 ね、うん、なんかちょっとその空気感アメリカを彷彿させるよね、ちょっと。そうだね、その、うん、こんな有名な人こんなところで日中ライブやってんだみたいなことあるじゃん、うん、アメリカだと。確かに確かに、そんな感じよね、空気としては、ね、あんなメンツがね、ご飯食べながら見れるような場所でね、うん、やるんだみたいな、素晴らしいイベントですよ、ね、だからね、ポテトでもつまみながらメーカーズマークでも飲んで、そうですね、ね、ライブ見てほしいなと思いますね、はい、まあとりあえず直近の告知はそんな感じかな、そんな感じだね、うん、ということでね、ただいま1時間半を回ったところでございますね、はあはあはあ、これどうしよう、いつまでやろうかな、どうすか。いや、まあまだなんか喋ろうと思えば喋れるけど、とりあえずちょっとさっき言った手前コメントを若干拾いましょう、はいはいはい、それさ YouTube のコメント見れるそっち、うん、じゃあ俺 Twitter ちょっと見てくるわ、ちょっと最近の方から遡りますね。ちなみにその今日の募集してるコメントテーマは、あの最近目覚めたものです、うん、2019年に入って、目覚めたものでございます。ハードコアに目覚めてしまいました。ちょっと待って、それはね地上波じゃないからってダメよ、そういうのは。いやいやいや違う、ハードコア待って待って待って、事故だよ今のは。いや何についてのハードコアかっていうことを明記しろっていう話よ。わあ面白い、ハードコア音楽のジャンルでしょうね。いやいやいやだって、ね、何なんすか。いやいや、なんすか、エクストリームスポーツみたいなさ、なんかこう高いのところからひたすら飛び降りるのが大好きになったみたいな、そういう話かなと思ったわけですよ。いやいやいや、そんなことはないでしょ。そんなことはないでしょ。何ですかハードコアって。え、音楽のハードコアじゃないんですか。音楽のハードコアでしょうね。まあ音楽まあでも別に音楽番組じゃないからさ、ナードって。ああそうね、ナードの話だからさ。でもいいんじゃないですか、ハードコアに。ハードコアに目覚めたと。いやいいですよ、いいと思います。いや最高ですよね。うん、ハードコア、でも確かにハードコアって言ってもいろいろあるから。そうそうそう、なんだろう、どういうでさ、なんか簡単的にさ、ハードコアって言われてさ、うん、じゃあ音楽だとしよう、仮にね、うん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 、音楽のハードコアだと仮にして。いや仮じゃねえんだよ、仮定して。仮定じゃねえから、音楽のハードコアだから絶対。どういうやつを想像する。あー、なんか俺はね、日本で言うと、うん、まあ、54-71とか。全然わかんないわ。なんかまああれはなんて呼ばれる、ハードコアのなんだろうか、まあ、とりあえずドラムがパチンパチンってなってて、うん、メタル？いやメタルじゃないね。あ違うんだね。なんて言うんだろう、パンキッシュな方。オルタナ？何だろう。俺がハードコアって言われて想像するのは、うん、ヘイトブリードとか、ああなんか、あ、はいはい、K1 のさ、選手紹介の時にかかってるみたいなさ、ドッタンドクタンドッタンドクタン、おい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 みたいなさ、あるじゃんそういうやつ。ああいうの、それハードコアメタルのイメージになっちゃうんだよね。メタルとかそっちの方だ、うん、なんちゃらコアって言われるとね、いろいろあるもんね、うん、ていうかコアってなんだろうね。だってメロコアって言うじゃん、うん、メロコアってだってサム41とかでしょ。まあまあグリーンデーとか、ね、グリーンデーとかでしょ、うん、コアって何。コアなファンとか言うよね。うんね、コア、それはわかるよ。コアなファンはこうよりこう中心にいる深いファンってことでしょ。うんうん、だからコアってその核みたいな意味なんだと思うんだけど、うんうん、じゃあメロコアのコア何、うん？めっちゃメロなんじゃない？めっちゃメロ？うん、そういうこと？だからハードコアはハードの深いところにいるんだよね、きっとね。ハードな深いところに、だから。うん、あんまりメタルとかそういう切り方じゃないよね、ハードコアっていう言葉自体が。そうよ、だから音楽だと限らないから。いや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 、それは音楽よ。あ、音楽か。いや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 、それは音楽でしょう。音楽でしょう。音楽のハードコアでしょう。いや、例えばさ、辛いものにもハードコアはあるじゃん。まあそう、切り口としてはそういうことだよね、うん、担々麺のハードコア担々麺ってさ、はいはいはい、だいぶ、まあ、そうじゃん、ね、うん、確かに確かに、そうそうそう、まあみたいなことですから、はい、とりあえずじゃあハードコアを語る人はハードコア何かっていうことを、ね、あの明記の上に、ね、あのコメントしていただけるといいかなと思いますね。いいです、そっちの方がいいですね。はい、それでお願いしますということですよね。他どうですか。あとは
そっちはツイッターはどうですか？ないですか？ツイッターはですね、意外とね、こう普通の、ちょっと待ってよ。あ、これちょっと違うけど、年のせいか今年に入って朝方に目覚めるようになってきましたというのがありますね。わかります。ですね。その年のせいかの年のせいかの何？幅感違うかもよ。わかりますって言ったとしても、だってあの本当になんだ60歳70歳の方だと、もう朝5時4時とかに起きて、あ、その朝早いって言ったその朝早いっていうのは何時かっていう話ね。とあとまあどれぐらいの年齢でどれぐらいのあれに入るの、朝に起きるのかってことよ。なるほどね。いや、安藤君はちなみにいつ起きていつ寝るの？大体だいたい1時ぐらいに寝て10時ぐらいに起きる。全然早くねえからなめんなマジうわ、それはなめてる完全にでもね、午前中に起きるなんてなかなかないんだから。いやいや、それがおかしいんだよ。おかしいかな。でもそう、最近さ、あ、そう、この身の上話すると、僕は実はそのいろいろその素性を話すと、ウォンクのベーシストでもあり、でエピストロフのまあ経営者でもあり、まあ一方で会社員でもあるんですよ僕は。実はお勤めされている。そうなんですよ。いろいろやってる中 の、 その会社っていうコミュニティの話です言えば、朝出社するの当たり前だからまあそうよね。そうなのよ。だから、だからなんかね、すごい俺も思ったのは、今日ね、俺ね、だからそのいろいろライブが今月とかも多いから、メルローでね、今日8時間リハに入ったわけよ。ミュージシャン8時間リハに入るって、もうなんていうの、どっかホールとかドームとかで公演するアーティストとかが8時間とかリハ入るの、それこそ毎日8時間とか入るの。でも割とそういうクラスってかなっていうの、そのドームとかでさ、そんな照明とか DVD 撮影があるから絶対こう動かなきゃいけないみたいなのがない限りはそんなにないと思うんだよ、8時間リハって。そうだね。ウォンクなってリハね、すごい短いじゃん。短いねそうそう、そうね。8時間もリハに入るんだ今日って言ってたら、いやそれ普通にあの仕事してる人それぐらい働いてるからみたいなね。そうよ、そういう話だもんねそういう話よ、そうだからウォンクのメンバーのもそうだけど、そのバンドの人たちが言ってるその頑張る、頑張ってやってるみたいな感じの感覚で、やっぱり人によって相当な幅感あるなと俺はいつも感じてるんで、なんかこれも一つの世間とのズレってやつですね。そうなんですよ。なんか今日はもう5時間も曲作ったみたいな、みたいなちょっと待ってよみたいな、俺別に毎日8時間以上パソコンの目の前に座っていろいろやってんだけどって思うけど、まあもちろんそれは人と比べることじゃないけど、まあまあ確かにね、あのまあその内容の濃さとか、そのまあその集中とかフォーカスの度合いみたいとか、もちろん何を作るかとか自分の創造性をどこまで出すかみたいな、そういういろいろあるけど、そういう時間の感覚に関して言えばやっぱりそこはね、ミュージシャンの人はズレの幅がでかいよね。まあでかいだろうね、それはね。まあだから、まあ朝早く俺も起きるって言った時からこれは ダメだろうなとは思ってたよそりゃ、わかるって言うからさ、朝早く起きるのわかるって言うから、まあせめて8時、7時8時かなと思ってた。でもだから最近例えば前だとね、オールってあるじゃないですか、はいはい、夜通し徹夜ですね、徹夜で、しかもなんかこう徹夜で演奏とか、徹夜でそのなんかそういうイベント出てたりとか行ったりとかして、じゃあ朝帰って寝るじゃん、はいはいはい、もう6時とか7時寝るよ。で今までだったらさ、もう起きたらもう夕方なわけよ、はいはいはい、あとこれもう一個この話が終わったからもう一個言いたいことがある、何何何、時間のずれについて、何何何。でまあ、とりあえず夕方とかだけど、最近ね、朝の6時7時に帰ってきてバタンと倒れても12時とかに起きちゃう、ああね、それは若干こうちょっと年齢を感じる。ああ、その起きたらもう夕方4時とかそういうことはないと、ね、そう、なんかやべえ、十何時間寝ちゃったよみたいなのはなくなったなって、はいはいはい、それであともう一個言いたいって言ったのが、夕方とか夜っていうのの幅感が
その時間の定義ね。そう、はい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 。だよくミュージシャンの話であるのが、うんうん、もう外暗いのにちょっと夜連絡するわって言われることが結構そういう会話すんのよ結構。それ6時とか7時とかでしょ。そう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 、はいはいはい、ちょっと今忙しいから夜連絡するみたいな、うんうん、でも夜だよねもうみたいな。だからもうめちゃくちゃなのよミュージシャンの人たちの時間感覚は。そう、朝っていうのは基本的に昼飯食うまで朝だからね。そうだよね、うん、だから11時になっても12時になっても連絡来ねえみたいなのは別にそれは朝だからしてないってことなんだもんね、うん、そう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 、そうだよね。確かに確かに、なんかそういうズレもね、なんかこういうのもねいろいろ特集してみたいっすな、なんかこういうね、うんうん、確かにミュージシャンの定義幅感調査みたいなね、うん、そうそう、なんか生態に迫れるよねこれはね。ちなみに俺は窮地に陥ると、うん、今日一杯の納品ですって言われると、うん、明日の朝8時までだなって思う。あ、そのクライアントが出社してパソコンを開けてチェックするまでってことね。そうそう、だってお前別に例えば深夜3時に送ったところでチェックしないでしょって思った。あ、確かにね、確かに確かに確かに、まあ、それは逆手に取れるね。そうそうそう、うん、そういうことありますね、はい、あ、 あとあれだね、それこそだいぶ前なんだけど、うん、最近目覚めたもの日本酒。日本酒、おお、いいですね、うん、味のこだわりじゃなくて醸造醸造学、醸造学とかにこうちょっと興味があるい、ね、いいですよね。確かにあの僕も日本酒そこそこ飲むんですけど、うん、あのあんまり種類とか大吟醸が何で大吟醸なのかとか、うん、そういうのあんまり調べずに飲んでたんですけど、うん、その聞き酒の時、そうだね、アッピの聞き酒の時に何が違うのかって調べたら結構いろいろ違ってね、うん、面白いなと思いましたね。で、まあでもあのね、密造酒作って捕まんないように気をつけてもらえばそうですね、あの割と難しいんじゃないかな日本酒作るの。いやね、だけどお酒も深いですからね。そうだよね、お酒ってそのもう各種類深いじゃん全部。でも深いだ、ワインも深いしウイスキーも深いし焼酎も日本酒ももういちいち深いじゃん全部、うん、深いね。それがね、それ難しいよね。なんかそう、私だからウイスキーとか、まあ、てかまあ何でもそうか、紅茶とかでもそうだけどさ、コーヒーもそうだけどさ、うん、やっぱさその産地によってとかさ、うん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 、全然違うもんね、うんうんうん、なんでよ、なんでこんな違うのよって思うぐらい違うもんね、うん、はいはいはい、そうなんですよ。いやだからお酒はね、それこそね語れるほどではない、うんうん、俺はこれが好きだみたいな話しかできないけど。そうだね、うん、確かに。でも、そう、なんかそれこそなんかこうちょっとこういろいろ調べてきたと、僕もね最近ここ2、3年でね、うんうん、もうねバー通いがね出たすごいんですよ。安藤君はウイスキーだもんね。ウイスキーだね、うん、俺ね日本酒飲むと次の日絶対ねヘベレケになって、もう次の日まで調子悪いから。あ、ワインと日本酒はダメなの。やっぱりその蒸留酒か醸造酒か そうそうそう、うん、で全然違うよね、やっぱりあるよね、うんうん、だしそれこそなんかカフェインあんま体に合わない人だって絶対いるだろうしね。そうだね、うん、まあいろんな人がいますよ、うんうんうん、俺はだからウイスキーだね。そうだよね、そうそうそう、俺もまあウイスキー好きだけどね、ウイスキー好きだけど、そうライブとかいろいろで結構飲むけど、うん、そんなになんかお酒に関してのこだわりっていうのがね深くはないかもしれんな。 あんまりバーに行かないしね。あ、行きつけのバー行ってる人かっこいいわ。あざっす、うん、そうそう、ないや、なんかよくない、なんかちょっと今日バー寄って帰ろうみたいな感じでしょ。そうよ、何それ。それこそ俺はだからなんだっけ、前さあの菊池成吉さんのさ DCPRG とさ僕対バンしたじゃん、はいはいはい、したね、六本木の EX シンターで、うんうんうん、しましたね。であれで終わってじゃあ帰るわっつって俺はちょっと一軒寄って、ああちょっと飲ん でそこになんかそのライブ見に来てくれてた人とかも、まあ、その馴染みの人とか見に来てくれていて、今日面白かったみたいな話とかちょっとしながらこうちょっと飲んで帰るみたいなね。いいね、楽しいよ、楽しそう。でもなんか行きつけのバー作るの怖いんだよね。なんか怖い、うん、怖いというか、あのそもそも店員さんに話しかけられるの嫌い病なんだよね。だから服屋とかもさ黙って見させろみたいな。服屋はマジでダメじゃん、うん、でも
なんだろう、バーに関しては確かに話そのマスターと話したりするのは面白そうだなと思うんだけど、うん、そう仲良くなるまでの微妙な空気あるじゃん。なんか俺、まあ、向こうにもよるよね。そう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 、うん、なんか話しかけていい客なのかどうかって思ってるんだろうなみたいな、その、うん、なんかちょっとその面倒くさい最初のやり取りがだりって思っちゃうんだよね。そういうだから よく考えたらあれよね。でも俺らはだからその旅先とかでさ、うんうんうん、ソウルバー探して行ったりとかしてるよね。行ったりはするね、うん、そう確かに確かに、うん、まあね、そう旅先はいいのよ、旅先はいいのよ。まあね、まあまあまあ、また来るとしてもまただいぶ、またね、そうそう、うん、時間が空くしね、そうそうそう、行きつけってわけじゃないからね。そうそう、行きつけとなるとやっぱりなんか、うん、ちょっと緊張しちゃうよね最初。あ、なるほどね。行きつけにしようっていう意気込みで行くのおかしいじゃん、なんか。まあまあまあ、確かに確かに、そうそう、難しいよね行きつけのバー作るの。まあね、難しいね。まあでもそんな社交的な僕らが、はい、リスナーの皆さんと関わっていくためのラジオ番組やな、はい、そうでございます、ということですね。いやー、でもなんかまあいろいろ話せそうな予感がするな、これは。今後もね、いろ、うん、んな企画ができそうですね。なんかあと面白いことあるかな。なんかまあそういう話もね、コメントとかしといてください。あのアーカイブ聞いた人とかでもいいんでね。そうそうそう、あの YouTube でわざわざラジオやるのってちょっと変って思うじゃないですか、うん、はいはい、いろんなそのラジオで音声配信だったらいろいろあるじゃん、うん、ポッドキャストもあるし、はいはい、まあそうそう、だけどその YouTube でラジオやるのってなんでいいかって、そのアーカイブがそのまま残せるし、はいはいはい、YouTube ってもう大半の人がアクセスできるから簡単に。まあでも iPhone とか持ってる人だったらね、そう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 、アプリすぐ入れればねいいしね。だしそのアーカイブにコメントを残すこともできれば、うん、それを見ることもできるわけで、うん、そういうのがいいんですよね。なんであのどんな些細なことでも、それがアーカイブだろうがリアルタイムだろうが、うん、何でもいいのでね、コメントいただければそれを本当にね、まあできる限り読んで、ね、今後に生かしていきたいよね。今後に生かしていきたいとは思っていますので、うん、皆さんそこら辺よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これまたね音楽が止まってますよ。いや止まったね、すごいね。でもアルバム3枚分は喋ってるってことだよこれ。そうだね、このペースでいくとかけるエピストロフのアルバムなくなっちゃうんだよねいろいろね、いろいろ、まあね、エピストロフセッションズということで、エピストロフのね素晴らしい作品の数々をですね BGM にお届けしておりますナードトークでございますけれども、いや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 、なんかどうですかね、コメント欄見てみようかな。じゃあボールヘッドさんがね、PUBG の話ばっかりするんだよね。ねえ、あのやりましょう一緒に、あやたけと一緒にやってるっていうのは聞いてるんで。ねえ、あ、あとね、的確なコメントがもう一個来てますね。時間のズレが一番すごいのは新たっていう、ベシャさんからフェンネルコリアンダーさんやっぱり身内はねつくとこ分かってますね。分かってますね、うん、いやそうなんですよ、時間のズレの話ちょっと拡張すると、うん、ウォンクメンバー内でも時間のズレの幅感って全然違ってそうそうそう、俺はやっぱり会社員ではあるから、うん、会社員の中で言えばルーズな方なんですけど、はいはい、僕はただなんだろうな、遅刻するときにはしっかり理由があるんですよ、うん、寝坊したとか何でもいいけど、うん、突然あいついねえなみたいなことはない、ない、もう絶対何かあって遅刻するなら何かあって遅刻してるし、うん、まあ、できるだけそれは言うようにしてるんですけど、うん、他の3人はいろいろタイプが違って、うん、ケント長塚ケントボーカルの長塚ケントは意味わかんないとこでタイミング悪く遅刻するんですよ。あ、基本あ、ね、結構しっかり来るじゃん、うん、そうだね。なのにこれから飛行機に乗らなきゃいけないみたいな。あ、出た、羽田に来ない男。そうそうそう、なんでなんでみたいな、うん、あるね。そうそう、なんでいつもいんのに今日のこの時間いないのみたいな。わかるわ、とかそういう感じなんだよねケントは。で、綾竹はさ、なんかなんていうの、己のモットーに忠実に従うタイプじゃん。そうだね、綾竹は己のモットーというか
なんかルーティーンとかにさ、そうだね、なんかこう洗濯してるんで遅れますみたいなのあるじゃん。ある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 。朝ごはんを食べるんでちょっと遅れますみたいな、ね、なんかこう自分のこう生活のサイクルを絶対に乱さないみたいな、ね、しかもその時間通りに行くみたいなその概念がそもそもないっていうと変だけどないっていうのは変だけど、気づいたら遅刻してましたみたいなパターンなのよね。ああ、だからちょっとなんか これやらなきゃこれやらなきゃっていうのをちゃんとやってるがゆえのみたいな、ね、そうゆえ の, その気づいたら遅刻してましたっていうパターン、あやたけは、はいはいはい、で新たはあの多分俺のこれは俺の憶測だけど、うん、時間通りに来る気がないまずあいつは一番やべえやつだ。そう時間通りにね来る気がないんだろうね。あれだよね、あのなんだっけ、結構さ、うん、今向かってるっすっていうのが今向かってる連絡ね今向かってるっすっていうのは、うん、多分あの今家を出たってことなんだろうなみたいな、向かってますっていう連絡ねそうそういつ着くとかじゃなくて、じゃない、ね、向かってますっていうことをすごい連絡してくるっていう、ね、確かにやつだよね。いやーなんかねなかなかいろいろ面白い。あだからそれこそあれだったね、今ケントの話はちょっと出たけどさ、うんうん、まあなんかその今あのなんだっけツイッターで話題のハッシュタグケント長塚のさケント長塚こうなんか聞こうと言っちゃいけないけどあのそうね、あのおかしい行動ねケント長塚のおかしい行動ねをこうまあなんかまあまとめていけたらいいよねっていう、まあそれかなんかもうそこに関してやりたいやつが一人いるじゃん。あいる、うん、あのねとんかつ DJ あげたろうね、うん、あえたけのことだけど長塚ケント大好きだもんね、うんうんうん、そうだからなんかそういうケント長塚特集をやってもいいかもしれない、ね、確かにそれはやりたいわ、うん、あのケント長塚のおかしい行動をまとめて、うん、総ツッコミを入れていく企画、うん、でそれ本人もいた方がいいかな。本人呼ぼう、呼ぶか、うん、ご本人登場やろ、うんうん、そうそうで、それでこうねちょっといろいろ言っていくみたいなね、うん、いいですね。そういう時もあってもいいかもしれないなと思うからね、はい、なんかまあなんかそういうゲスト会もたまにはねやっていけたらいいかなと思いますね、うん、はいはい、というわけでね、次回からここら辺のそのトークに関してはこう、うん、こういうコーナーですって設けてやれたらいいなと思いますね。そうだね、今日は割とダラ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 っとこうなんかね舵を切った方向へずっとこうね進んでいってきたけどね、うん、そうだね。なんでまあちょっと今日の話をまとめにかかると、うん、これはエピストロフのラジオでエピストロフの活動報告と、まあ、ファンの方のコミュニケーションをこう兼ねてますと、うん、であとはもう好きなこだわりについて僕ら2人のね中心に長々と話すんだけども、 その中にもこういくつかこうコーナーを分けて、うん、こういうコーナーですって言ってしっかりラジオの真似事みたいな感じでそうそうそうやっていければなと。まあまあ大前提にねラジオ好きっていうね、そうなんです、うん、そうなんです、ラジオファンなんで、うん、まあ、その真似事から始まって、うん、そうそう、様に徐々に様にしていけばいいですね。そうですよ、もう今日も気づけばもうこれ皆さんね最初から聞いてる人いるのかな、2時間、いや2時間やりましたね。そろそろね終電もありますよ、はい、じゃあもうそろそろ締めましょう。なんか締めもなんか一発毎回決まった締めがあるといいね。あそうだね、なんかさいろんなラジオでそう締めの BG が流れたら、うん、なんか去り際に一発ギャグやるとかさ、それはやだ、まあ、そういうラジオもあんじゃん、うん、なんかあまあまああるねとか、そういうなんか決めを作りたいよね毎回毎回。そうだね、そういうのもやっぱりちょっとね今日はもうほんとディティールだけでやってるから ね、 そうですね、もうちょいこうちょっと自分たちでね、うんうん、作家放送作家めいたこととかもちゃんとやってね、うん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 、いい番組にしていきたいですね、うんうん、そうですね、うん、そんな感じ、うん、じゃあ今日はまあこれにて終了ということで終わりますか。いいですかね、はい、じゃあ、ちょっと待ってね、うん、あちょっとねよいしょ、あ今からねこれそうあのね BG の上げ下げとかマイクのミュートとかもね全部ね井上さんがやってるんでね、大丈夫ですか、ちょっとガタガタ言ってますよ大丈夫ですか、あの配置とかも
ちゃんと考えよう。ね、考えよう。今日は特感でやってるんで、うん、大変なこといろいろあるんですけど。ということでエピストロフ摂取もう全然もうね最後の方やっぱりねちょっとね濃いめのハイボールが効いてきてるんで、エピストロフセッションズナードトーク、本日は2時間の放送ということで、これでもね、あのね、次回1時間で終わるかもしれない。まあそれは日によって場合によっていろいろあるんで、うん、まあそれはいろいろあるということでですね、とりあえず初回、ご覧じゃないかお聞きいただいた皆さんありがとうございました。あのアーカイブで、この後ね楽しんでいただける方もありがとうございました、はい、ありがとうございました、ハッシュタグナードトークは、スペルは NERDTALK だね。ナードトーク合ってるよね。合ってます。合ってるよね。とかあの YouTube のコメントとかで、お待ちしております。みんなでより良い番組にできたらいいかなと思います、ね、皆さんのその意見をねふんだんに取り入れていくかはちょっと謎ですけど、まあまあまあ、刺さるようないいコメントお待ちしてます。はい、お願いします。お願いします。というわけで、ここまでのお相手は、最近コーヒーに目覚めた井上寛と、乳化に目覚めてフライパンをとにかくフライパンを振っている、安藤光平でお送りしました。ではまた次回、来月お会いしましょう。バイバイ。Slum Village demo, but and he called me, he was like, he wasn't interested in the slum. Like, slum is always.